布団田山家帯、一、小石川のキリシタン坂からごく落水に出る道のだらだら坂を降りようとして枯れ葉考えた。これで自分と彼女との関係は一段落を告げた。三十六にもなって、子供も三人あって、あんなことを考えたかと思うと、馬六六六しくなる。けれど、けれど、本当にこれが事実だろうか。 あれだけの愛情を自身に注いだのは単に愛情としてのみで、恋ではなかったろうか。数多い感情づくめの手紙。二人の関係はどうしても尋常ではなかった。妻があり、子があり、世間があり、師弟の関係があればこそあえて激しい恋に落ちなかったが、語り合う胸の轟き、愛見る目の光、その底には確かに凄まじい嵐が潜んでいたのである。 機械にデックわしさえすれば、その底の底の暴風はたちまち勢を得て、妻子も世間も道徳も指定の関係も一挙にして破れてしまうであろうと思われた。少なくとも男はそう信じていた。それであるのに、二三日期のこの出来事、これから考えると、女は確かにその感情を偽り打ったのだ。自分を欺いたのだと男は幾度も思った。 けれど文学者だけに、この男は自ら自分の心理を客観するだけの余裕を持っていた。年若い女の心理は容易に判断し得られるものではない、かの温かい嬉しい愛情は、単に女性特有の自然の発展で、美しく見えた目の表情も、優しく感じられた態度も全て無意識で、無意味で自然の花が見る人に一種の慰みを与えたようなものかもしれない。 一歩を譲って女は自分を愛して恋していたとしても、自分は死、かの女は門弟、自分は妻ありこあるみ、かの女は妙霊の美しい花、そこに片身に意識の加わるのをいかんともすることはできまい。いや、さらに一歩を進めて、あの熱烈なる一風の手紙、陰にようにその胸のもだえを訴えて、ちょうど自然の力がこの身を圧迫するかのように、 最後の情を伝えてきたとき、その謎を好みが解いてやらなかった。女性のつつましやかなさがとして、その上になおあらわに迫ってくることがどうしてできよう。そういう心理からかの女は失望して、今回のようなことを起こしたのかもしれぬ。とにかく時期は過ぎ去った。かの女はすでに人のものだ。歩きながら枯葉こう絶叫して頭髪をむしった。 シマセルの背広に、麦わら棒、藤鶴のステッキをついて、やや前のめりにだらだらと坂を下りていく。時は9月の中旬、残暑はまだ耐えにくく暑いが、空にはすでに清涼の周期が満ち渡って、深い緑の色が際立って人の感情を動かした。魚屋、酒屋、雑貨店、その向かうに寺の門やら裏棚の長屋やらが連なって、 久方町の低い地にはあまたの工場の煙突が黒い煙をみなぎらしていた。その数多い工場の一つ、西洋風の2階の一室、それが溝の毎日昼から通うところで、十畳時ほどの広さの部屋の真ん中には、大きい一足のテーブルが据えてあって、旗に高い西洋風の本箱、この中にはすべて種々のちり書がいっぱい入れられてある。 溝はある書籍会社の嘱託を受けて地理書の編集の手伝いに従っているのである。文学者に地理書の編集。溝は自分が地理の趣味をあっているからと称して進んでこれに従事しているが、内心これに甘んじておらぬことは言うまでもない。遅れかつなる文学上の越歴、断片のみを作って未だに全力の試みをする機会に遭遇せぬ反問。 青年雑誌から月ごとに受ける馬評の苦痛。彼自らはその多実なすあるべきを意識してはいるものの、中心これを苦にやまぬわけにはいかなかった。社会は日増しに進歩する。電車は東京市の交通を一変させた。女学生は勢力になって、もう自分が恋をした頃のような旧式の娘は見たくも見られなくなった。青年はまた青年で恋を解くにも、 文学を断ずるにも、政治を語るにも、その態度が全て一変して、自分等とはと遠に愛触れることができないように感じられた。で、毎日機械のように同じ道を通って、同じ大きい門を入って、臨転機関の家を動かす音と食光の匂い汗との混じった細い間を通って、事務室の人々に軽く挨拶して、コツコツと長い狭いはしごを登って、 さてその部屋に入るのだが、東と南に赤いたこの室は、午後の激しい日陰を受けて、実に耐え難く暑い。それに小僧が武将で掃除をせぬので、宅の上には白い埃がザラザラと心地悪い。溝は椅子に腰をかけて、タバコを一服吸って、立ち上がって、厚い統計書と地図と案内機と地理書とを本箱から出して、さて静かに昨日の続きの筆を取り始めた。 けれど二三日期、頭がむしゃくしゃしているので、筆が容易に進まない。一行書いては筆を止めてそのことを思う。また一行書く、また留める、また書いてはまた留めるという風。そしてその間に頭脳に浮かんでくる行は全て断片的で、猛烈で、急激で、絶望的の分子が多い。ふとどういう連想か、ハウプトマンの、寂しき人々、 を思い出した。こうならぬ前に、この戯曲をかの女の日課として教えてやろうかと思ったことがあった。ヨハンネス・フォケラートの真事と悲哀とを教えてやりたかった。この戯曲を溝が読んだのは今から3年以前、まだかの女のこの世にあることをも夢にも知らなかった頃であったが、その頃から溝は寂しい人であった。あえてヨハンネスにその身を潜そうとはしなかったが、 アンナのような女がもしあったなら、そういうトラジディーに陥るのは当然だとしみじみ同情した。今はそのヨハンネスにさえ慣れぬみだと思って上達した。さすがに、寂しき人々、他の女に教えなかったが、ツルゲネーフの、ファースト、という短編を教えたことがあった。ランプの光明らかなる四畳半の書斎。 かの女の若々しい心は色彩ある恋物語に憧れ渡って、表情ある目はさらに深い深い意味を持って輝き渡った。ハイカラな日差し紙、くリボン、洋刀の光線がその半身を照らして、一巻の書籍に顔を近く寄せると、言うに言われぬ香水の香り、肉の香り、女の香り。書中の主人公が昔の恋人に、 ファーストを読んで聞かせる段を降尺するときには男の声も激しく震えた。けれど、もうダメだ。と、溝は再び髪をむしった。に、枯れ花を竹中時代と言った。今より3年前、3人目の子がサイ君の腹にできて、新婚の快楽などはとうに冷め尽くした頃であった。世の中の忙しい事業も意味がなく、ライフワークに力を尽くす勇気もなく、 日常の生活。朝起きて、出勤して、午後四時に帰ってきて、同じようにサイくんの顔を見て、飯を食って眠るという単調なる生活につくづく秋果ててしまった。家を引っ越し歩いても面白くない、友人と語り合っても面白くない、外国小説を読みあさっても満足ができぬ。いや、庭木のしげり。 雨の天敵、花の快楽などいう自然の状態さえ、平凡なる生活をしてさらに平凡なら閉めるような気がして、身を置くにどころはないほど寂しかった。道を歩いて常に見る若い美しい女、できるならば新しい恋を貯めたいと通説に思った。30万45、実際この頃には誰にでもある反問で、この年頃に癒しい女にぎるるものの多いのも、 必その寂しさを癒すためである。世間に妻を離縁する者もこの年頃に多い。出勤する途上に、毎朝出会う美しい女教師があった。溝はその頃この女に会うのをその日その日の唯一の楽しみとして、その女についていろいろな空想をたくましゅうした。恋が成り立って、神楽坂あたりの小町合いに連れて行って、人目を忍んで楽しんだらどう サ君に知れずに、二人近郊を散歩したらどういや、それどころではない、その時、サ君が解任しておったから、ふと難産して死ぬ、その後にその女を入れるとしてどうであろう平気で5歳に入れることができるだろうかどうかなどと考えて歩いた。神戸の女学院の生徒で、生まれは備中の新に町で、溝の著作の崇拝者で、 なお横山義子という女から崇拝の情を持って満たされた一通の手紙を受け取ったのはその頃であった。竹中古城といえば、微分的小説を書いて、多少世間に聞こえておったので、地方から来る崇拝者かつ豪者の手紙はこれまでにも随分多かった。やれ文章を直してくれの、弟子にしてくれのといちいち取り合ってはいられなかった。 だからその女の手紙を受け取っても、別に返事を出そうとまでその好奇心は募らなかった。けれど同じ人の熱心なる手紙を3通までもらっては、さすがの時をも注意をせずにはいられなかった。年は19だそうだが、手紙の文句から押して、その表情の巧みなのは驚くべきほどで、いかなることがあっても先生の文科生になって、一生文学に従事したいとの気になる望み。 文字は走り書のスラスラした字で、よほど灰からの女らしい。返事を書いたのは、例の工場の2階の室で、その日は毎日の家業の地理を2枚書いてよして、長い数尺に余る手並みをよしこに送った。その手紙には女の身として文学に携わることの不心得、女は生理的に母たるの義務を尽くさなければならぬ理由。 諸女にして文学者たるの危険などをルルとして解いて、いくらかばと右敵の文字をも並べて、これならもう愛想を尽かして諦めてしまうであろうと時代は思って微笑ました。そして本箱の中から岡山県の地図を探して、阿鉄郡ぐん町の所在を研究した。山陽線から高橋川の谷を遡っておきそすうり、こんな山の中にもこんなイからの女があるかと思うと、 それでもなんとなく懐かしく、時代はその付近の地形やら山やら川やらを司祭に見た。で、これで返事をよこすまいと思ったら、それどころか、四日目にはさらに厚い風書が届いて、紫陰気で、青い系の入った西洋紙に横に細字で三枚、どうか将来見捨てずに弟子にしてくれという意味が返す返すも書いてあって、父母に願って許可を得たならば、東京に出て、 しかるべき学校に入って、完全に忠実に文学を学んでみたいとのことであった。時代は女の死に感じずにはいられなかった。東京でさえ、女学校を卒業したものでさえ、文学の値打ちなどはわからぬものなのに、何もかもよく知っているらしい手紙の文句、早速返事を出して指定の関係を結んだ。それからたびたびの手紙と文章。 文章はまだ幼稚な点はあるが、癖のない、スラスラした、将来発達の見込みは十分にあると時雄は思った。で一度は一度よりだんだん互いの気質が知れて、時雄はその手紙の来るのを待つようになった。ある時などは写真を送れと言ってやろうと思って、手紙の隅に小さく書いて、そしてまたこれを黒々と塗って終わった。 女性には気量というものがぜひ必要である。養殖の悪い女はいくら才があっても男が相手にためない。時代もないない胸の中で、どうせ文学をやろうというような女だから、不気量に相違ないと思った。けれどなるべくは見られる意の女であって欲しいと思った。よしこが父母に許しを得て、父に連れられて、時代の門を整うたのは翌年の2月で、 ちょうど時代の三番目の男の子の生まれた七夜の日であった。座敷の隣の室はサ君の三塾で、サイ君は手伝いに来ている姉から若い女文化生の美しい洋食であることを聞いて少なからず図のうした。姉もああいう若い美しい女を弟子にしてどうする気だろうと心配した。時代はよしコと父とを並べて、ルルとして文学者の境遇と目的とを語り、 女の結婚問題についてあらかじめ父親の説を叩いた。ヨ子の家は新見町でも第三とはくだらぬ豪華で、父も母も厳格なるクリスチャン、母はことに優れた信者で、かつては同志社女学校に学んだこともあるという。僧侶の兄はイギリスへ要耕して、貴重後は防寒立学校の教授となっている。ヨ子は町の小学校を卒業するとすぐ、 神戸に出て神戸の女学院に入り、そこでハイカラナ女学校生活を送った。キリスト教の女学校は他の女学校に比して、文学に対して全て自由だ。その頃こそ、魔せ恋風や、根敷夜舎などを読んではならんとの規定も出ていたが、文部省で干渉しない以前は、教場でさえなくば何を読んでも差し支えなかった。学校に付属した教会、 そこできとうの尊いこと、クリスマスの晩の面白いこと、理想を養うということの味をも知って、人間の癒しいことを隠して美しいことを標榜するという群れの仲間となった。母の膝元が恋しいとか、ふるさとが懐かしいとかいうことは、来た当座こそ切実に辛く感じましたが、やがては全く忘れて、女学生の寄宿生活をこの上なく面白く思うようになった。 美味しいカボチャを食べさせないと言っては、お鉢の飯に醤油をかけてまかない方をいじめたり、社官のひねくれた老夫の顔色を見て、影ひなたに物を言ったりする女学生の群の中に入っていては、家庭に養われた少女のように、単純に物を見ることがどうしてできよう。美しいこと、理想を養うこと、虚栄心の高いこと。こういう傾向をいつとなしに受けて、 よしこは明治の女学生の長所と短所とを遺憾なく備えていた。少なくとも時代の孤独なる生活はこれによって破られた。昔の恋人、今のサイ君。かつては恋人にはそういなかったが、今は時世が移り変わった。45年来の女子教育の勃興、女子大学の設立、久し髪、エビ茶ばかま。 男と並んで歩くのをはにかむようなものは一人もなくなったこの世の中に旧式の丸まげアヒルのような歩きぶり恩順と定説とより他に何者をも有せぬ細君に甘んじていることは時男には何よりも情けなかった道を行けば美しい迷うの細君を連れての睦まじい散歩友をお唱えば夫の席に出て流暢に会話をにぎやかす若い細君 ましてその身が骨を折って書いた小説を読もうでもなく、夫の苦悶反問には全く風馬牛で、子供さえ満足に育てればいいという自分の細君に対すると、どうしても孤独を叫ばざるを得なかった。寂しき人々のヨハンネスと共に、ヤツマというものの無意味を感じずにはいられなかった。これが、この孤独がよしこによって破られた。ハからな親戚な美しい女門下生が、 先生、先生、と世にも偉い人のように活動してくるのに胸を動かさずに誰がおられようか。最初の1月ほどは時代の家にかぐうしていた。華やかな声、あでやかな姿、今までの孤独な寂しい彼の生活に何らの対象。山軸から出たばかりのサイ君を助けて、靴下を編む、襟巻きを編む、着物を縫う。 子供を遊ばせるという生々した態度、時代は新婚当座に再び帰ったような気がして、家門近く来るとそそるように胸が動いた。門を開けると、玄関にはその美しい笑顔、色彩に飛んだ姿、夜も今までは子供と共にサイ君がいぎたなく眠って終わって、六畳の室にいたずらに明らかなランプも、帰ってわびしさを増すの種であったが、今はいかに夜更けて帰ってきても、 妖刀の下には白い手が巧みに編み物の針を動かして、膝の上に色ある毛糸の丸い玉。賑やかな小生が牛込の奥の腰が垣の中に満ちた。けれど一月ならずして時代はこの愛すべき女弟子をその家に置くことの不可能なのを悟った。従順なるや妻はあえてそのことに不服をも唱えず、それらしい様子も見せなかったが、しかもその気色は次第に悪くなった。 限りなき小生の中に限りなき不安の情が満ち渡った。妻の里方の親戚間などには現に一問題として恒久されつつあることを知った。時代はいろいろに反問した後、細君の姉の家。文人の未亡人で恩級と裁縫とで暮らしている姉の家に寄遇させて、そこから工事町の傍女塾に通学させることにした。 それから今回の事件まで一年半の年月が経過した。その間二度吉子は故郷を制した。短編小説を5種、長編小説を1種、その他微分、身体詩を数十編作った。傍女塾では英語は優等の出来で、時代の選択で、剣ネーフの全集を丸善から買った。はじめは、初中休暇に帰省、二度目は、神経衰弱で、 時々尺のような敬礼を起こすので、しばし小山の静かなところに帰って休養する方がいいという医師の勧めに従ったのである。その偶していた家は麹町の土手三番町、後部の電車の通る土手際で、よしこの書斎はその家での客座敷、八丈の一軒、前に往来の頻繁な道路があって、がやがやと往来の人やら子供やらでやかましい。 時代の書斎にある西洋本箱を小さくしたような本箱が一巻張りの机の旗にあって、その上には鏡と、紅皿と、お白いの瓶と、今一つ収束狩りの入った大きな炭がある。これは神経過敏で、頭が痛くって仕方がない時に飲むのだという。本箱には紅葉全集地近松世話状瑠璃、英語の教科書、 ことに新しく買った剣ネーフ全集が際立って目につく。で、未来の慶州作家は学校から帰ってくると、机に向かって文を書くというよりは、むしろ多く手紙を書くので、男の友達も随分多い。男文字の手紙も随分来る。中にも高等師範の学生に一人、早稲田大学の学生に一人、それが時々遊びに来たことがあったそうだ。 高町土手山番町の一角には、女学生もそうハイからなのがたくさんいない。それに、市ヶ谷見つけのあちらには時代の最君の里の家があるのだが、この付近はことに昔風の商家の娘が多い。で、少なくともよ子の神戸仕込みの灰からはあたりの人の目をそばだたしめた。時代は姉の言葉として、妻から常に次のようなことを聞かされる。 よしこさんにも困ったものですねと姉が今日も言っていましたよ。男の友達が来るのは薄いけれど、夜など一緒に27、不動、に出かけて遅くまで帰って来ないことがあるんですって。そりゃよしこさんはそんなことはないのに決まっているけれど、世間の口がやかましくって仕方がないと言っていました。これを聞くと時代は決まってよしこの肩を持つので。 お前たちのような旧式の人間にはよしこのやることなどはわかりやせんよ。男女が二人で歩いたり話したりさえすれば、すぐ怪しいとか変だとか思うのだが、一体、そんなことを思ったり、言ったりするのが旧式だ。今では女も自覚しているから、しようと思うことは勝手にするさ。この議論を時代はまた得意になってよしこにも説法した。 女子ももう自覚せんければいかん。昔の女のように依頼心を持っていてはダメだ。ズーデルマンのマグダの言った通り、父の手からすぐに夫の手に移るような育児なしでは仕方がない。日本の新しい婦人としては、自ら考えて自ら行うようにしなければいかん。こう言っては、イブセンのノラの話や、ツルゲネーフのエレネの話や、ロシア、 ドイツあたりの婦人の意志と感情と共に飛んでいることを話し、さて。けれど自覚というのは、自制ということをも含んでおるですからな、むやみに意志や自我をぶり回しては困るですよ。自分の使ったことには自分が全責任を帯びる覚悟がなくては。よしこにはこの時をの教訓が何より意味があるように聞こえて、渇望の念がいよいよ加わった。 キリスト教の教訓より自由でそして権威があるように考えられた。ヨシコは女学生としては身なりが派手すぎた。金の指輪をはめて、流行を追った美しい帯を締めて、すっきりとした立ち姿は、路傍の人目を引くに十分であった。美しい顔というよりは表情のある顔、非常に美しい時もあればなんだか醜い時もあった。 目に光があってそれが非常によく働いた。45年前までの女は感情を表すのに極めて単純で、怒った形とか笑ったようとか、三種、四種しかその感情を表すことができなかったが、今では情を巧みに顔に表す女が多くなった。よしこもその一人であると時代は常に思った。 よしこと時キとの関係は単に指定の間柄としてはあまりに親密であった。この二人の様子を観察したある第三者の女の一人が妻に向かって、よしこさんが来てから時キさんの様子はまるで変わりましたよ。二人で話しているところを見ると、魂は二人とも憧れ渡っているようで、それは本当に油断がなりませんよ。 肩から見れば、無論そう見えたにそういなかった。けれど二人は果たしてそう親密であったか、どうか。若い女の浮かれかつな心、浮かれるかと思えばすぐ沈む。些細なことにも胸を動かし、つまらぬことにも心を痛める。恋でもない、恋でなくもないというような優しい態度、時をは絶えず思いまどった。道義の力、習俗の力、 機械一度至ればこれを破るのは絹を裂くよりも容易だ。ただ、容易に来たらぬはこれを破るに至る機械である。この機械がこの一年の間に少なくとも二度近寄ったと時代は自分だけで思った。一度はよしこが熱い風潮を寄せて、自分のふつつかなこと、 先生の高音に放ゆることができぬから自分は故郷に帰って農夫の妻になって田舎に埋もれてしまおうということを涙交わりに書いたとき、一度はあるよよし子が一人で留守番をしているところへゆっくりなく時代が行って訪問したとき、この二度だ。はじめのときは時代はその手紙の意味を赤に了解した。その返事をいかに書くべきかについて一夜眠らずに用能した。穏やかに眠れる妻の顔、 それを幾度か伺って事故の両親のいかに麻痺せるかを自ら責めた。そしてあくる朝送った手紙は、玄子たるしとしての態度であった。二度目はそれから二月ほどたった春の夜、ゆっくりなく時代が訪問すると、よしこはおしろいをつけて、美しい顔をして、火鉢の前にぽつねんとしていた。どうしたの、と聞くと、ウォルスバンですの。姉はどこへ行った 四谷へ買い物に。と言って、じっと時代の顔を見る。いかにも生めかしい。時代はこの力ある一別に育児なく胸を躍らした。二言見事、普通のことを語り合ったが、その平凡なる物語がさらに平凡でないことを片身に思い知ったらしかった。この時、今十五分も一緒に話し合ったならば、どうなったであろうか。女の表情の目は輝き、 言葉は生めき、態度がいかにもよの常でなかった。今夜は大変綺麗にしてますね。男はわざと軽く出た。え、先ほど、湯に入りましたのよ。大変におしろいが白いから。あらまあ先生、と言って、笑って体をはすに筐体を呈した。時代はすぐ帰った。まあ、すいでしょうとよしこは立ってとどめたが、 どうしても帰るというので、名残惜しげに月の夜をそこまで送ってきた。その白い顔には確かにある深い神秘が込められてあった。4月に入ってから、よしこは多病で青白い顔をして神経過敏に陥っていた。周素仮をよほど多量に服してもどうも眠られぬとて困っていた。耐えざる欲望と生殖の力とは年頃の女を誘うのに躊躇しない。 よしこは多く薬に親しんでいた。4月末に帰国、9月に上京そして今度の事件が起こった。今回の事件とは他でもない。よしこは恋人を得た。そして上京の閉じ、恋人と相携えて京都佐賀に遊んだ。その遊んだ2日の日数が出発と着京との事実に符合せぬので、東京と備中との間に手紙の往復があって、 質問した結果は恋愛、神聖なる恋愛、二人は決して罪を犯してはおらぬが、将来はいかにしてもこの恋を遂げたいとの気になる願い。時代はヨ子の死として、この恋の証人として一面月下標準の役目を余儀なくさせられたのであった。ヨ子の恋人は同志社の学生、神戸協会の秀才、田中秀夫、年21。 よしこは死の前にその恋の神聖なるを噛みがけて誓った。故郷の親たちは学生の身で、密かに男と佐賀に遊んだのは、すでにその精神の堕落であると言ったが、決してそんな汚れた行為はない。片身に恋を自覚したのは、むしろ京都で別れてからで、東京に帰ってきてみると男から熱烈なる手紙が来ていた。 それで初めて将来の約束をしたような次第で、決して罪を犯したようなことはないと女は涙を流していった。時代は胸に次第の犠牲を感じながらも、その二人のいわゆる神聖なる恋のために力を尽くすべく余儀なくされた。時代はもだえざるを得なかった。我が愛する者を奪われたということは甚々しくその心を暗くした。 元より進んでその女弟子を自分の恋人にする行はない。そういう明らかな定まった甲があれば前にすでに二度までも近寄ってきた機会をつかむにおいてあえて躊躇するところはないはずだ。けれどその愛する女弟子、寂しい生活に美しい色彩を添え、限りなき力を添えてくれた吉シを突然人の奪い去るに任すに忍びようか。 機会を二度まで掴むことは躊躇したが、三度来たる機会、四度来たる機会を待って、新たなる運命と真なる生活を作りたいとはかれの心の底の底のかすかなる癌であった。時代はもだえた、思い乱れた。妬みと惜しみと悔やみとの念が一緒になって旋風のように頭の中を回転した。血としての道義の念もこれに混じって、ますます縁を盛んにした。 我が愛する女の幸福のためという犠牲の念も加わった。で、夕暮れの禅の上の酒はおびただしく量を加えて、アヒルのごとく酔って寝た。明る日は日曜日の雨、裏の森にざんざん降って、時代のためには一倍にわびしい。欅の古樹に降りかかる雨の足、それが実に長く、限りない空から限りなく降っているとしか思われない。 時代は読書する勇気もない、筆を取る勇気もない。もう秋で冷え冷えと背中の冷たいと言い過ぎ身を横たえつつ、雨の長い足を見ながら、今回の事件からその身の反省のことを考えた。彼の経験にはこういう経験が幾度もあった。一歩の相違で運命のただ中に入ることができずに、いつも圏外に立たせられた寂しい苦悶。 その苦しい味を枯れは常に味わった。文学のそばでもそうだ、社会のそばでもそうだ。恋、恋、恋、今になってもこんな消極的な運命に漂わされているかと思うと、その身の育児なしと運命のつかないことがひしひしと胸に迫った。剣ネーフのいわゆるスーパーフルーアスマン、だと思って、その主人公の儚い一生を胸に繰り返した。 寂しさに耐えず、昼から酒を飲むと言い出した。細君の支度の使用が遅いのでブツブツ言っていたが、禅に乗せられた魚がまずいので、ついに感触を起こして、やけに酒を飲んだ。一本、二本ととっくりの数は重なって、時を後期の間に泥のごとく酔った。細君に対する不平も猛威はなくなった。とっくりに酒がなくなると、ただ、酒。 酒というばかりだ。そしてこれをぐいぐいと煽る。気の弱い下女はどうしたことかと呆れて見ておった。おのこのご年になるのをはじめはしきりに可愛がって抱いたり投げたり接吻したりしていたが、どうしたはずみでか泣き出したのに腹を立てて、ピシャピシャとその尻を乱打したので、三人の子供は怖がって、遠巻きにして、普段ににもやらぬ父親の赤く酔った顔を不思議そうに見ていた。 一生近く飲んでそのままそこに酔い倒れて、お膳のトンボ帰りを打つのにも頓着しなかったが、やがて不思議なダラダラした武士で、十年も前に流行った幼稚な身体詩を歌い出した。君が角辺をさまようは、巷股の塵を吹き立つる、嵐の水とやおぼすらん、その嵐より嫌あれに、その塵よりも乱れたる、恋のカバネを暁の、歌を半ばにして、 サイ君のかけた布団を着たまま、すっくと立ち上がって、座敷の方へ小山のごとく動いていった。どこへどこへいらっしゃるんですとサイ君は気が気でなくその後を追っていったが、それにもかまわず、布団を着たまま、川屋の中に入ろうとした。サイ君は慌てて、あなた、あなた、酔っ払ってはいいやですよ。そこは超ズバですよ。いきなり布団も後から引いたので、 布団は川屋の入り口でサイ君の手に残った。時雄はふらふらと聞く小便をしていたが、それが済むといきなりどうと川屋の中に横に寝てしまった。サイ君が汚がってしきりに揺すったり何かしたが、時代は動こうとも立とうともためない。そうかといって眠ったのではなく、赤土のような顔に大きい鋭い目を開いて、表に降りしきる雨をじっと見ていた。し 時代は霊国をテクテクと牛込屋来町の自宅に帰ってきた。枯葉三日間、その苦悶と戦った。溝は生として枠出来することができぬある一種の力を持っている。この力のために支配されるのを常に悔しく思っているのではあるが、それでもいつか負けてしまう。征服されてしまう。これがため溝はいつも運命の圏外に立って苦しい味を舐めさせられるが、 世間からは正しい人、信頼するに足る人と信じられている。三日間の苦しい反問、これでとにかく溝はその前途を見た。二人の間の関係は一段落を告げた。これからは、死としての責任を尽くして、我が愛する女の幸福のためを図るばかりだ。これは辛い、けれど辛いのがライフだ。と思いながら帰ってきた。門を開けて入ると、 サイ君が迎えに出た。残暑の日はまだ暑く、洋服の下襦盤がびっしょり汗に濡れている。それを糊の,のついた白地の一重に着替えて、茶の間の火鉢の前に座ると、サイ君はふと思いついたように、タンスの上の一風の手紙を取り出し、よしこさんから、と言って渡した。急いで風を切った。巻紙の厚いのを見ても、 その事件に関しての用事に相違ない。時代は熱心に読み下した。原文一致で、スラスラとこの上ない達筆。先生。実はご相談に登りたいと存じましたが、あまり急でしたものでしたから、独断で実行いたしました。昨日4時に田中から電報が参りまして、6時に新橋の停車場に着くとのことですもの、私はどんなに驚きましたか知れません。 何事もないのに出てくるような、そんな軽率な男でないと信じておりますだけに、一層はなはだしく気を揉みました。先生、許してください。私はその時刻に迎えに参りましたのです。あって聞きますと、私の一部始終を書いた手紙を見て、非常に心配して、もしこのことがあったため万一郷里に連れて帰られるようなことがあっては、自分がすまぬというので、 学事をも捨てて出教して、先生にすっかりお打ち明け申して、お詫びも申し上げ、お嬢にもすがって、万事円満に参るようにと、そういう目的で急に出て参ったとのことでございます。それから、私は先生にお話申した一語一重、先生のお情け深い言葉、将来までも私ら二人の神聖な真面目な恋の証人とも保護者ともなってくださるということを話しましたところ、 非常に先生のおなさに感激しまして、感謝の涙にくれました次第でございます。田中は私のあまりに老狽した手紙に非常に驚いたと見えまして、十分覚悟をして、万一破壊の暁にはといった風なことも決心して参りましたのでございます。万一の時にはあの時佐賀に一緒に参った友人を証人にして、二人の間が決して汚れた関係のないことを弁明し、 別れて後、片身に感じた二人の恋愛をも打ち明けて、先生におすがり申して、郷里の父母の方へ持ち食いち行っていただこうと決心して参りましたそうです。けれどこの間の私の無謀で郷里の父母の感情を破っている矢先、どうしてそんなことを申して使わされましょう。今はしばらく沈黙して、お片身に希望を持って、精神勉学に志し、いつか折を見て、 あるいは5年、10年の後かもしれません。打ち明けて願う方が得策だと存じまして、そういうことにいたしました。先生のお話をも一切話して聞かせました。で、用事が済んだ上は帰した方がいいのですけれど、非常に疲れている様子を見ましては、さすがに直ちに引き返すようにともしんかねました。私の弱いのをお許しくださいまし、勉学中。 実際問題に触れてはならぬとの先生のご教訓は身にしみて守るつもりでございますが、ひとまず、旗小屋に落ち着かせまして、せっかく出てきたものですから、一日見物しておいでなさいと、つい申してしまいました。どうか先生、お許しくださいまし。私どもも激しい感情の中に、理性もございますから、京都でしたような、 仮にも常識を外れた他人から誤解されるようなことはいたしません。誓って、決していたしません。据えながら奥様にもよろしく申し上げてくださいまし。よしこ、先生おもと。この一通の手紙を読んでいる中、様々な感情が時代の胸を火のように燃えて通った。その田中という21の青年が現にこの東京に来ている。よしこが迎えに行った。 何をしたか帰乱この間行ったこともまるで嘘かもしれぬ。このカキの休暇に住まで落ち合った時からできていて、京都での行為もその望むを満たすため、今度も恋しさに耐えかねて女の後を追って上京したのかもしれん。手を握ったろう。胸と胸とが愛ふ触れたろう。人が見ていぬ旗小屋の2階、何を貯めているかわからぬ。汚れる汚れぬのも切なのまだ。 こう思うと時代はたまらなくなった。監督者の責任にも関する。と腹の中で絶叫した。こうしては置かれぬ。こういう自由を精神の定まらぬ女に与えておくことはできん。監督せんければならん。ほぼせんけりゃならん。私どもは熱情もあるが理性がある。私どもとは何だ。なぜ私とは書か,かぬ。なぜ複数を用いた。 時代の胸は嵐のように乱れた。着いたのは昨日の6時、姉の家に行って聞きただせば昨夜いつ頃に帰ったかわかるが、今日はどうした、今はどうしている。く君の心を尽くした万さんの前には、マグロの新鮮な刺身に、青じその薬味を添えた冷ややっこ、それを味を余裕もないが、いっぱいはいっぱいと杯きを重ねた。彩君は末の子を寝かして、 火鉢の前に来て座ったが、よしこの手紙の夫の旗にあるのに目をつけて、よしこさん、何て言ってきたのです。時代は黙って手紙を投げてやった。サイ君はそれを受け取りながら、夫の顔をじろりと見て、暴風の前に来る雲行きの花肌急なのを知った。サイ君は手紙を読み終わって巻き返しながら、出てきたのですね。うむ、ずっと東京にいるんでしょうか。 手紙に書いてあるじゃないか、すぐキスって。帰るでしょうか。そんなこと誰が知るものか。夫の動きが激しいので、サ君は口をつぐんで終わった。しばらく経ってから。だから、本当に嫌さ、若い娘の身で、小説家になるなんぞって、望む本人も本人なら、よこす親たちも親たちですからね。でも、お前は安心したろう。 と言おうとしたが、それはよして。まあ、そんなことはどうでもいいさ、どうせお前たちには帰らんのだから。それよりも尺でもしたらどうだ。温潤な細君はとっくりを取り上げて、京焼の酒好きに並々と注ぐ。時代はしきりに酒をあおった。酒でなければこの鬱をやるに耐えぬと言わぬばかりに。三本目に、妻は心配して。 この頃はどうか貯めましたね。なぜ、寄ってばかりいるじゃありませんか。酔うということがどうかしたのか。そうでしょう。何か気にかかることがあるからでしょう。よしこさんのことなどはどうでもすいじゃありませんか。バカ。と時代は一喝した。細君くんはそれにも懲りずに。だって、あまり飲んでは毒ですよ。もういい加減になさい。また蝶椿場にでも入って寝ると。 あなたは大きいから、私と、おつる、下女、の手ぐらいではどうにもなりやしませんからさ。まあ、すいからもう一本。で、もう一本を半分に飲んだ。もうよいはよほど回ったらしい。顔の色は尺銅色に染まって目が少しく据えていた。急に立ち上がって、おい、帯を出せ。どこへいらっしゃる三番町まで行ってくる。姉のしょ、うむ。 およしなさいよ、危ないから。なあに大丈夫だ、人の娘を預かって監督せずに投げやりにしてはおかれん。男がこの東京に来て一緒に歩いたり何かしているのを見ぬぶをしてはおかれん。たがは、姉の家のせい、に預けておいても不安心だから、今日、行って、早かったら、よしこを家に連れてくる。二階を掃除しておけ。家に置くんですか、また。 もちろん、細君は容易に帯と着物等を出そうともせぬので。よし、よし、着物を出さんのなら、これでいい、と、白地の一重にとうちりめんの汚れたへこ帯、帽子もかぶらずに、そのままに急いで子がいへ出た。今出しますから、本当に困ってしまう、という細君の声が後に聞こえた。夏の日はもう暮れかかっていた。 野良の境の森にはカラスの声がやかましく聞こえる。どの家でも夕飯が済んで、門口に若い娘の白い顔も見える。ボールを投げている少年もある。管理らしい土壌ひげの紳士が久しみの若い細君を連れて、かぐら坂に散歩に出かけるのにも行くかで食わした。時代は月光した心と泥酔した体とに激しく漂わされて、 辺りに見ゆるものがみんな別の世界のもののように思われた。両側の家も動くよう、地も足の下に陥るよう、天も頭の上に覆いかぶさるように感じた。元からさほど強い狩猟でないのに、むやみにぐいぐいと煽ったので、一時に酔いが発したのであろう。ふとロシアの先民の酒に酔って露傍に倒れて寝ているのを思い出した。 そしてある友人とロシアの人間はこれだから偉い、枠できするならあくまで枠できせんければダメだと言ったことを思い出した。バカな、恋に指定の別があってたまるものかと口へ出して言った。中根坂を登って、士官学校の裏門から佐内坂の上まで来た頃は、日はもうとっぷりと暮れた。白地の浴衣がゾロゾロと通る。タバコ屋の前に若い細君が出ている。 氷屋野の蓮が涼しそうに夕風になびく。時代はこの夏の夜景をおぼろげに目には見ながら、電信柱に突き当たって倒れそうにしたり、浅い溝に落ちて膝頭をついたり、直工艇の男に。酔っ払い目、しっかり歩け、とののしられたりした。急に自ら思いついたらしく、坂の上から右に折れて、市ヶ谷八万の境内へと入った。 境内には人の影もなくひっそりとしていた。大きい古い欅の木と松の木とが多い関さって、左の隅にサンゴジュの大きいのが茂っていた。諸々の上野灯はそろそろ光を放ち始めた。時代はいかにしても苦しいので、いきなりそのサンゴジュの影に身を隠して、その根本の地上に身を横たえた。興奮した心の状態。 奔放な情と悲哀の快感とは、極端までその力を発展して、一方通説に嫉妬の念に駆られながら、一方冷淡に事故の状態を客観した。初めて恋するような熱烈な情は無論なかった。盲目にその運命に従うというよりは、むしろ冷ややかにその運命を批判した。 熱い主観の情と冷たい客観の批判とが寄り合わせた糸のように固く結びつけられて、一種異様の心の状態を呈した。悲しい、実に通説に悲しい。この悲哀は華やかな青春の悲哀でもなく、単に男女の恋の上の悲哀でもなく、人生の採用に潜んでいるある大きな悲哀だ。行く水の流、咲く花の長楽。 この自然の底にわだかまれる抵抗すべからざる力に触れては、人間ほどはかない情けないものはない。傲然として涙は時代の髭面を伝った。ふとあることが胸に昇った。時代は立ち上がって歩き出した。もう全く夜になった。境内の諸書,書に建てられたガラスと右派光を放って、その表面の常野党という惨事がはっきり見える。この上野党という惨寺。 これを見て枯葉胸をついた。この惨事を枯葉かつて深いお能を思って見たことはないだろうか。今のサ君が大きい桃割れに言って、このすぐ下の家に娘でいたとき、枯葉そのかすかなことの根の彷彿をだに得たいと思ってよくこの八幡の高台に登った。かの女を得なければいっそ南洋の植民地に漂白しようというほどの熱烈な心を抱いて、鳥 長い石段、社殿、俳句の掛けあんどん、この上野灯の惨事にはよく見入ってものを思ったものだ。その下には依然たる家屋、電車の轟きこそ折々石爆を破って通るが、その妻の実家の窓には昔と同じように赤に火の光が輝いていた。何たる節操なき心ぞ、わずかに八年の年月をけみしたばかりであるのに、こうも変わろうとは誰が思う その桃割れ姿を丸曲げ姿にして、楽しく暮らしたその生活がどうしてこういう高涼たる生活に変わって、どうしてこういう新しい恋を感じるようになったか。時代は我れながら時の力の恐ろしいのを通切に胸に覚えた。けれどその胸にある現在の事実は不思議にも何らの動揺をも受けなかった。矛盾でも何でも仕方がない、その矛盾、その無節操。 これが事実だから仕方がない、事実。事実。と時代は胸の中に繰り返した。時代は耐え難い自然の力の圧迫に押せられたもののように、再び畑の露肌に長い身を横えた。ふと見ると、尺銅のような色をした光のない大きな月が、お堀の松の上に音もなく昇っていた。その色、その形、その姿がいかにもわびしい。 そのわびしさがその身の今のわびしさによくかなっていると時代は思って、また耐え難い哀愁がその胸にみなぎり渡った。酔いはすでに冷めた。四つ湯は起き始めた。土手山番長の家の前に来た。覗いてみたが、吉子の室に十日の光が見えぬ。まだ帰ってきぬと見える。時代の胸はまた燃えた。この夜、このくらい夜に恋しい男と二人。 何をしているかわからぬ。こういう常識を欠いた行為をあえてして、神聖なる行為とは何事。汚れたる行為のないのを弁明するとは何事。すぐ家に入ろうとしたが、まだ当人が帰っておらぬのに登っても仕方がないと思って、その前をまっすぐに通り抜けた。女とすれ違うたびに、よしこではないかと顔を覗きつつ歩いた。土手の上。 松の木陰、街道の曲がり角、往来の人に怪しまるるまであっちこっちを徘徊した。もう九時、十時に近い。いかに夏の夜であるからと言って、そう遅くまで出歩いているはずがない。もう帰ったにそういないと思って、引き返して姉の家に行ったが、やはりまだ帰っていない。時代は家に入った。奥の六畳に通るや稲。吉さんはどうしました その塔より何より、姉は時代の着物に帯だしく泥のついているのに驚いて。まあ、どうしたんです、時代さん。赤なランプの光で見ると、なるほど、白地の浴衣に、肩、膝、腰の嫌いなく、帯だしい泥跡。なあに、そこでちょっと転んだものだから。だって、肩までついているじゃありませんか。また、酔いっぱらったんでしょう。なあに。 と時代は強いて笑って紛らした。さて時を移さず。吉さん、どこに行ったんです今朝、ちょっと中野の方にお友達と散歩に行ってくると言って出たきりですがね、もう帰ってくるでしょう。何か用、え、少し、と言って。昨日は帰りは遅かったですかいいえ、お友達を新橋に迎えに行くんだって、4時間に出かけて8時頃に帰ってきましたよ。 時代の顔を見て、どうかしたのですのなあに。けれどねえ姉さん、と時代の声は改まった。実は姉さんにお任せしておいても、この間の京都のようなことがまたあると困るですから、よしこを私の家において、十分監督しようと思うんですがね。そう、それはいいですよ。本当によしこさんはああいうしっかり者だから、私みたいな無教育のものでは。 いや、そういうわけでもないですがね。あまり自由にさせすぎても、かえって当人のためにならんですから、一つ屋において十分監督してみようと思うんです。それがいいですよ。本当に、ヨ子さんにもね。どこと悪いことのない、発明な、利口な、今の世には珍しい方ですけれど、一つ悪いことがあってね。 男の友達と平気で夜歩いたりなんかするんですからね。それさえ指すといいんだけれどとよく言うのですの。するとよしこさんはまたおばさんの急兵が始まったって、笑っているんだもの。いつかなぞもあまり男と一緒に歩いたり何かするものだから、角の交番でね、不審にしてね、格層で巡査が家の前に立っていたことがあったと言いますよ。それはそんなことはないんだから。 構いはしませんけどもね。それはいつのことです。昨年の暮れでしたかね。どうも灰からすぎて困る、と時代は言ったが、時計の針のすでに10時半のところを指すのを見て。それにしてもどうしたんだろう。若いミ空で、こう遅くまで一人で出て歩くというのは。もう帰ってきますよ。こんなことはいく度もあるんですか。いいえ、滅多にありはしませんよ。 夏の夜だから、まだ酔いの口に思って歩いているんですよ。姉は話しながら仕事の針を止めぬのである。前に胃腸の大きい立ち物板が据えられて、絹の立ち切れや糸やハサミ屋が順序なくあたりに乱れている。女物の美しい色に、ランプの光が赤に照り渡った。9月中旬の夜は更けて、 やや肌寒く、裏の土手下を後部の貨物記者がすさまじい地響を立てて通る。下駄の音がするたびに、今度こそは、今度こそは、と待ち渡ったが、11時が打って間もなく、小刻みな軽い跡場の音が静かな夜を遠く響いてきた。今度のこそ、よしこさんですよ、と姉は言った。果たしてその足音が家の入り口の前に止まって、ガラガラと格子が開く。 よしこさん、ええ、とあでやかな声がする。玄関から竹の高い久し並みの美しい姿がすっと入ってきたが。あら、まあ、先生、と声を立てた。その声には驚きと陶枠の調子が十分にこもっていた。大変遅くなって、と言って、座敷と今との間の敷居のところに来て、半ば座って、ちらりと電光のように時代の顔つきを伺ったが、 すぐ紫のふさに何か包んだものを出して、黙って姉の肩に押し合った。何ですか、お土産いつもお気の毒ね。いいえ、私も召し上がるんですもの。と、よしこは快活に言った。そして次の前行こうとしたのを、無理にランプの明るい眩しい居間の片隅に座らせた。美しい姿、東西流のひさしが派手なネルにオリーブ色の夏帯を形よく締めて、 少しは巣に座ったあでやかさ。時代はその姿と相対して、一種上数べからざる満足を胸に感じ、今までの反問と苦痛等を半ば忘れて終わった。有力な敵があっても、その恋人をだに占領すれば、それで心の休まるのは恋するものの状態である。大変に遅くなって終わって、いかにもやるせないというようにかすかに弁解した。 中野へ散歩に行ったって、時代は突如として問うた。ええ、ヨシコは時代の顔色をまたちらりと見た。姉は茶を入れる。土産の棒を開くと、姉の好きな好きなシュークリーム。これはまあ美味しいと姉の声。で、しばらく一座はそれに気を取られた。しばらくしてから、よしこが。先生、私の帰るのを待っていてくださったの。ええ、 ええ、1時間半いまったのよ。と姉がそばから言った。で、その話が出て、都合さえよくば今夜からでも。荷物は後からでもいいから。一緒に連れていくつもりで来たということを話した。よしこは下を向いて、うなずいて聞いていた。むろん、その胸には一種の圧迫を感じたにそういないけれど、よしこの心にしては、絶対に信頼して。 今回の恋のことにも全身をあげて同情してくれた死の家に行って住むことは別に華々しい苦痛でもなかった。むしろ以前からこの昔風の家に同居しているのを不快に思って、できるならば、初めのように先生の家にと願っていたのであるから、今の場合でなければ、帰って大いに喜んだのであろうに。時代は一刻も早くその恋人のことを聞きただしたかった。今、 その男はどこにいるいつ京都に帰るかこれは時代にとっては実に重大な問題であった。けれど何も知らぬ姉の前で、打ち明けて問うわけにもいかぬので、この夜は梅雨ほどもそのことを口に出さなかった。一座は平凡な物語にふけた。今夜に元時代の言い出したのを、だって、もう十二時だ、明日にした方がよかろうとの姉の注意。 で、時代は一人で牛込めに帰ろうとしたが、どうも不安心で仕方がないような気がしたので、夜の更けたのを口実に、姉の家に泊まって、民長を早く一緒に行くことにした。よしこは八丈に、時代は六丈に姉と床を並べて寝た。やがて姉の小さい息が聞こえた。時計は一時を缶となった。八丈では寝疲れぬとおぼしく、折々高いため息の気配がする。 後部の貨物列車が凄まじい地響を立てて、この深夜を一人通る。時代も久しく眠られなかった。5、翌朝時代はよしこを自宅に伴った。二人になるより早く、時代は昨日の消息を知ろうと思ったけれど、よしこがうつむきがちに焦然として後についてくるのを見ると、なんとなくかわいそうになって、胸にイライラする思うたたたみながら、もだして歩いた。 サナ坂を登り終わると、人通りが少なくなった。時代はふと振り返って、それでどうしたのと突如として尋ねた。え、反問したよしこは顔を曇らせた。昨日の花さ、まだいるのかね。今夜の6時の休校で帰ります。それじゃ送っていかなくってはいけないじゃないか。いいえ、もういいんですの。これで話は途絶えて、二人は黙って歩いた。 やら町の時きおの宅、今まで物置にしておいた二階の三畳と六畳、これをきれいに掃除して、よしこの住まいとした。きさしく物置。子供の遊び場にしておいたので、塵が山のように積もっていたが、ほうきをかけ雑巾をかけ、雨のしみのついた破れた障子を張りさらえると、 こうも変わるものかと思われるほど明るくなって、裏の境の墓の大樹の茂りが心地よき緑をその一室にみなぎらした。林家のぶどう棚、打ち捨てて手を入れようともせぬ庭の雑草の中に美人草の美しく混じって咲いているのも今更に目につく。時をは去る画家の描いた朝顔の服を選んで床にかけ、喧嘩瓶には遅れ咲きの薔薇の花を挿した。昼頃に荷物がついて、 大きな品かばん、柳氷、信玄袋、本箱、机、ヤグ、これを2階に運ぶのにはなかなかコツが折れる。時代はこの手伝いに一実者を休むべく余儀なくされたのである。机を南の窓の下、本箱をその左に、上に鏡やら紅皿やら瓶やらを順序よく並べた。押し入れの一方には品かばん、柳氷、 さらさの布団や具の一組を他の一方に入れようとしたとき、女の移りがが鼻を打ったので、時雄は変な気になった。午後二時頃には一室がひとまず整頓した。どうです。ここも居心は悪くないでしょう。時雄は得意そうに笑って。ここにいて、まあゆっくり勉強するです。本当に実際問題に触れてつまらなく苦労したって仕方がないですからね。 と、よしこは頭を垂れた。後で詳しく聞きましょうが、今のうちは二人ともじっとして勉強していなくては仕方がないですからね。え、と言って、よしこは顔を上げて。それで先生、私たちもそう思って、今はお片身に勉強して、将来に希望を持って、親の許しをも得たいと存じておりますの。それがいいです。今、あまり騒ぐと、 人にも親にも誤解されて終わって、せっかくの真面目な希望も遂げられなくなりますから。ですから、ね、先生、私は一心になって勉強しようと思いますの。田中もそう申しておりました。それから、先生にぜひお目にかかってお礼を申し上げなければすまないと申しておりましたけれど。よく申し上げてくれって。いや、時代はよしこの言葉の中に、 私ども、と複数を使うのと、もう公然言い名付けの約束でもしたかのように言うのとを不快に思った。まだ、十九か二十の妙齢の諸女が、こうした言葉を口にするのを怪しんだ。時代は時代の押し移ったのを今更のように感じた。当世の女学生仇のいかに自分等の恋した時代の諸女仇と異なっているかを思った。もちろん、 この女学生肩着を時をは主義の上、主義の上から喜んで見ていたのは事実である。昔のような教育を受けては、到底今の明治の男子の妻としては立っていかれぬ。女子も立たねばならぬ、医師の力を十分に養わねばならぬとはかれの持論である。この持論を枯葉よしこに向かっても少なからず拖酔した。 けれどこの心波の灰からの実行を見てはさすがに眉を潜めずにはいられなかった。男からは構図の消し印で木戸に着いたというハガキがついて翌日三番町の姉の家から届けてきた。今の二階にはよしこがいて、呼べばすぐ返事をして下りてくる。食事には三度三度前を並べて段々して食う。夜は明るいランプを取り巻いて、にぎわしく面白く語り合う。 靴下は編んでくれる。美しい笑顔を絶えず見せる。時代はよしこを全く占領して、とにかく安心もし満足もした。さいくんもよしこに恋人があるのを知ってから、危険の念、不安の念を全く去った。よしこは恋人に別れるのが辛かった。なろうことなら一緒に東京にいて、時々顔をもみ、言葉をも交えたかった。 けれど今の再それはでき難いことを知っていた。二年、三年、男が同志社を卒業するまでは、玉坂の狩りの訪れを頼りに、一心不乱に勉強しなければならぬと思った。で、午後からは、以前の五徳工事町の某英学塾に通い、時代も小石川の社に通った。時代は夜など折々よし子を自分の書斎に呼んで、文学の話、 小説の話、それから恋の話をすることがある。そしてヨ子のためにその将来の注意を与えた。その時の態度は公平で、率直で、道場に飛んでいて、決して泥酔して川屋に寝たり、地上に横たわったりした人とは思われない。さればと言って、時代はわざとそういう態度にするのではない、女に向かっている刹那。その愛した女の関心を得るには、 いかなる犠牲も花だ効果に過ぎなかった。で、よしこは死を信頼した。時期が来て、父母にこの恋をつぐるとき、旧思想と新思想と衝突するようなことがあっても、この恵み深い死の承認を得さえすればそれでたくさんだとまで思った。9月は10月になった。寂しい風が裏の森を鳴らして、空の色は深く青く、 日の光は透き通った空気に差し渡って、夕べの影が黒あたりをくまどるようになった。取り残したいもの葉に雨は終日降りしきって、八百屋の店には松茸が並べられた。柿の虫の声は炉に衰えて、庭の霧の葉ももろくも落ちた。午前の中の一時間、9時より10時までを、剣ネーフの小説の解釈。 ヨシコは死の輝く目のもとに、机には巣に座って、オン、ゼ、イブ、の長い長い物語に耳を傾けた。エレネの感情に激しく意志の強い性格と、その悲しい悲壮なる末路とはいかにかの女を動かしたか。ヨシコはエレネの恋物語を自分に引き比べて、その身を小説の中に置いた。恋の運命、恋すべき人に恋する機会がなく、 思いもかけぬ人にその一生を任した運命、実際ヨ子の当時の心情そのままであった。妻の浜で、ゆっくりなく受け取った百合の花の一葉の葉書、き、それがこうした運命になろうとは夢にも思い知らなかったのである。雨の森、闇の森、月の森に向かってヨシコは様々にそのことを思った。京都の容疑者、佐賀の月。 ゼゼに遊んだ時には湖水に夕日が美しくしゃわたって、旅館の中庭に萩が絵のように咲き乱れていた。その二日の夕は実に夢のようであったと思った。続いてまだその人を恋せぬ前のこと、妻の海水浴、故郷の山の中の月、病気にならぬ以前、ことにその時の反問を考えると、頬がおのずから赤くなった。空想から空想。 その空想はいつか長い手紙となって京都に行った。京都からもほとんど確実のように熱い熱い封書が届いた。書いても書いても尽くされぬ二人の情。あまりその文通の頻繁なのに時代はヨ子の不在を伺って、監督という口実の下にその両親を押さえて、こっそり机の引き出し野郎箱やらを探した。探し出した二三通の男の手紙を走り読みに読んだ。 恋人のするような甘ったるい言葉は至るところに満ちていた。けれど時代はそれ以上にある秘密を探し出そうと苦心した。切奮の後、性欲の跡がどこかに現れておりはせぬか。神聖なる恋以上に二人の間は進歩しておりはせぬか、けれど手紙にもわからぬのは恋の誠の消息であった。一ヶ月は過ぎた。ところが、 ある日、時代は吉子に宛てた一通のハガキを受け取った。英語で書いてあるハガキであった。何気なく読むと、一月ほどの生活費は準備していく。あとは東京で移植の職業が見つけかるかどうかという意味、京都田中としてあった。時代は胸をとどろかした。平和は一時にして破れた。晩餐後、吉子はそのことを問われたのである。 よしこは困ったという風で、先生、本当に困ってしまったんですの。田中が東京に出てくるというのですもの、私は二度、三度まで止めて使ったんですけれど、なんだか宗教に従事して、虚偽に生活してることが、今度の動機ですっかり嫌になって終わったとかなんとかで、どうしても東京に出てくるって言うんですよ。東京に来て、何をするつもりなんだ。 文学をやりたいと。文学。文学って、なんだ。小説を書こうというのか。え、そうでしょう。バカな。と時代は一喝した。本当に困ってしまうんですの。あなたはそんなことを勧めたんじゃないか。いいえ、と激しく首を振って。私はそんなこと。私は今の場合困るから、せめて同志者だけでも卒業してくれって。 この間初めに申してきた時に立って止めて使ったんですけれど。もうすっかり独断でそうして終わったんですって。今さら取り返しがつかぬようになって終わったんですって。どうして神戸の信者で、神戸の教会のために、田中に学史を出してくれている構図という人があるのですの。その人に、田中が宗教は自分にはできぬから、将来文学で立とうと思う。 どうか東京に出してくれと言って使ったんですの。すると大層怒って、それならもう構わぬ、勝手にしろと言われて、すっかり支度をしてしまったんですって、本当に困ってしまいますの。バカな、と言ったが、今一度止めてやんなさい。小説で立とうなんて思ったって、とてもダメだ、全く空想だ、空想の極端だ。それに、田中がこっちに出てきていては、 企業の監督上、私が非常に困る。企業の世話もできんようになるから、厳しく止めてやんなさい。よしこはいよいよ困ったという風で、止めて流行りますけれど、手紙が行違いになるかもしれませんから。行違い、それじゃもう来るのか。時代は目を見張った。本来た手紙に、もう手紙をよこしてくれても行違いになるからと言ってよこしたんですから。 今来た手紙って、さっきのはがきのまたごに来たのか。よしこはうなずいた。困ったね。だから若い空想家はダメだと言うんだ。平和は再び書き乱さるることとなった。六。一日置いて今夜の六時に新橋に着くという電報があった。電報を持って、よしこはまごまごしていた。けれど夜一人若い女を出してやるわけにいかぬので、 新橋へ迎えに行くことは許さなかった。翌日は会って立っていめてどうしても京都に帰らせるようにすると言って、ヨ子はその恋人の元を通った。その男は停車場前の鶴屋という旗小屋に泊まっているのである。時代が車から帰った時には、まだとても帰るまいと思ったヨ子がすでにその笑顔を玄関に表していた。聞くと田中はすでにこうして出てきた以上、 どうしても京都には帰らぬとのことだ。で、ヨ子はほとんど喧嘩をするまでに争ったが、やはり断として聞かぬ。先生を頼りにして出京したのではあるが、そう聞けば、なるほどごもっともである。監督上都合の悪いというのもよくわかりました。けれど今更帰れませぬから、自分でいかようにしても自活の道を求めて目的地に進むより他はないとまで言ったそうだ。 時代は不快を感じた。時代は一時は勝手にしろと思った。放っておけとも思った。けれど県内の一員たる彼にどうして全工夫ば牛たることを得ようぞ。よしこはその後二三日訪問した形跡もなく、学校の時間には正確に帰ってくるが、学校に行くと称して恋人の元に寄りはせぬかと思うと、胸は疑惑と嫉妬とに燃えた。時代半王のうした。 その心は火に行くあまねとなく変わった。ある時は全く犠牲になって二人のために尽くそうと思った。ある時はこの一部始終を国に奉じて一挙に破壊してしまおうかと思った。けれどこのいずれをもあえてすることのできぬのが今の心の状態であった。細君が、ふと時をにじごした。あなた、二階では、これよ、と針で着物を縫う真似をして、小声で。 きっと、あげるんでしょう。こんなすりの書生羽織白い木綿の長い紐も買ってありますよ。本当かえ、とさいクは笑った。時代は笑うどころではなかった。よしこが今日は先生少し遅くなりますからと顔を赤くしていった。あそこに行くのか、と問うと。いいえ、ちょっと友達のところに用があって寄ってきますから。その夕暮れ。 時代は仕切って、よしこの恋人の下宿を訪問した。誠に、先生にはよう申し訳がありまえんのやけれど、長い演説長の雄弁で、形式的の申し訳をしたのち、田中という中世の少し超えた、色の白い男が祈祷をするときのような願色をして、さも同情を求めるように言った。時代は熱していた。しかし、君、分かったら、 そうしたらすいじゃありませんか、僕は君らの将来を思って言うのです。よしこは僕の弟子です。僕の責任として、よしこに敗学させるには忍びん。君が東京にどうしてもいると言うなら、よしこを国に帰すか、この関係を父母に打ち明けて許可をこうか、二つの中一つを選ばなければならん。 君は君の愛する女を君のために山の中にうずもらせるほどエゴイスチックな人間じゃありますまい。君は宗教に従事することが今度の事件のために嫌になったというが、それは一種の考えで、君は忍んで、京都におりさえすれば、万事円満に、二人の間柄も将来希望があるのですから。ようわかっております。けれどできんですか。どうもすみませんけど。 制服も帽子も売ってしもうたで、今更帰るにも帰れまえんという次第で。それじゃよしこを国にキスですか。枯は葉黙っている。国に行ってやりましょうか。やはり黙っていた。私の東京に参りましたのは、そういうことにはむしろ関係しないつもりでおます。別段こちらにおりましても、二人の間にはどうという。それは君はそう言うでしょう。けれど、 それでは私は監督はできん。恋はいつ枠できするかも帰らん。私は備えなことはないつもりですけどな。誓い得るですか。静かに勉強していかれさえすれあな、備えなことはありませんけどな。だから困るのです。こういう会話、要領を得ない会話を繰り返して長く会いたいした。時代は将来の希望という点、男子の犠牲という点、 事件の進行という点から色々様々に帰国を進めた。時代の目に映じた田中秀夫は、想像したような一家修霊な嬢筆もなく天才肌の人とも見えなかった。麹町三番町通の安畑後、三宝壁で仕切られた厚い室に初めて相対した時、まず彼の身に迫ったのは、キリスト教に養われた、嫌に取りすました。 年に似合わぬ老成な、嫌な不愉快な態度であった。京都鉛の言葉、色の白い顔、優しいところはいくらかはあるが、多い青年の中からこうした男を特に選んだよし子の気が知れなかった。ことに時男が最も嫌に感じたのは、天真流露という率直なところがみじんもなく、自己の罪悪にも弱点にもいろいろの理由を敷いてつけて、 これを弁解しようとする形式的態度であった。とはいえ、身を言えば、時代の激しい頭には、それがすぐ直角的に赤に映ったというではなく、座敷の隅に置かれた小さい旅鞄や哀れにも潮垂れた白地の浴衣などを見ると、青年空想の昔が思い出されて、こうした恋のため、反問もし、応能もしているかと思って、連憫の情も起こらぬではなかった。 この暑い一室に相対して、あぐらをもかかず、二人は少なくとも一時間以上語った。話はついに容量を得なかった。まずいま一度考え直してみたまえ、くらいが最後で、時雄は別れてきとに着いた。なんだか馬鹿らしいような気がした。無なる行為をしたように感じられて、自らその身を嘲笑した。心にもないお世辞をも言い、 自分の胸の底の秘密を覆うためには、二人の恋の温情なる保護者となろうとまで言ったことを思い出した。安翻役の仕事を修正してもらうため、帽子に紹介の牢を取ろうと言ったことをも思い出した。そして自分ながら自分の育児なく好人物なのを罵った。時代はいくどか考えた。むしろ国に放置してやろうか、と。けれどそれを放置するに、 どういう態度を持ってしようかというのが大問題であった。二人の恋の鍵を自ら握っていると信ずるだけそれだけ時代は責任を重く感じた。その身の不当の嫉妬、不正の蓮上のために、その愛する女の熱烈なる恋を犠牲にするには忍びぬと共に、自ら言った。温情なる保護者、として道徳家のごとくみを処するにも耐えなかった。 また一方にはこのことが国に知れてよしこが父母のために伴われて帰国するようになるのを恐れた。よしこが時代の書斎に来て、頭を垂れ、声を低くして、その希望を述べたのはその翌日の夜であった。いかに解いても男は帰らぬ。去りとて国へ放置すれば、父母の許さぬのは知れたこと、時義によればたちまち迎えに来ぬとも限らぬ。 男もせっかくああして出てきたことでもあり二人の間も世の中の男女の恋のように浅く思い浅く恋したわけでもないから、決して汚れた行為などはなく、枠できするようなことは誓ってためない。文学は難しい道、小説を書いて一家をなそうとするのは田中のようなものにはできぬかもしれねど、同じく将来を進むなら、共に好む道に携わりたい。 どうかしばらくこのままにして東京に置いてくれとの頼み。時代はこの世儀なき頼みをすげなく退けることはできなかった。時代は京都佐賀における女の行為にその節操を疑ってはいるが、一方にはまたその弁解をも信じて、この若い二人の間にはまだそんなことはあるまいと思っていた。自分の青年の経験に照らしてみても、 神聖なる霊の恋は成り立っても肉の恋は決してそう容易に実行されるものではない。で、時代は枠できせぬものならば、しばらくこのままにしておいてすいと言って、そしてルルとして霊の恋愛、肉の恋愛、恋愛と人生との関係、教育ある新しい女のまさに守るべきことなどについて、切実にかつ真摯に教訓した。 個人が女子の節操を戒めたのは社会道徳の制裁よりは、むしろ女子の独立を保護するためであるということ。一度肉を男子に許せば女子の自由が全く破れるということ。西洋の女子はよくこの間の消息を下しているから、男女交際をして不都合がないということ。日本の新しい婦人もぜひともそうならなければならぬということなどをもなる教訓の題目であったが、 ことに審判の女子ということについて通説に語った。よしこはうつむいて聞いていた。時代は今日に乗じて。そして一体、どうして生活しようというのです。少しは準備もしてきたんでしょう。ひとつきはすいでしょうけれど。何かうまい口でもあるとすいけれど、と時代は言った。実は先生におすがり申して、 誰も知ってるものがないのに出てまいりましたのですから、体操失望しましたのですけれど。だってあまり突飛だ。おとといあってもそう思ったが、どうもあれでも困るね。と時代は笑った。どうかまたご心配くださるように。この紙ご心配かけては申し訳がありませんけれど、とよしこはすがるようにして顔をわからめた。心配せん方がいい、どうかなるよ。 よしこが出て行った後、時代は急に険しい難しい顔になった。自分に、自分に、この恋の世話ができるだろうか、と一人で胸に反問した。若い鳥は若い鳥でなくてはダメだ。自分等はもうこの若い鳥を引く美しい羽を持っていない、こう思うと、言うに言われぬ寂しさが必死と胸を襲った。妻と子、家庭の快楽だと人は言うが、 それに何の意味がある。子供のために生存している妻は生存の意味があろうが、妻を子に奪われ、子を妻に奪われた夫はどうして石爆足らざるを得るか、時代はじっとランプを見た。机の上にはもうパッサンの、死よりも強し、が開かれてあった。二三日経って後、時代は霊国二社から帰って火鉢の前に座ると、細君が小声で、今日来てよ。 誰が、二階の、空よし子さんのいい人、サイは笑った、そうか。今日一時ごろ、ごめんなさいと玄関に来た人があるですから、私が出てみると、顔の丸い、かすりの羽織を着た、白島の袴を履いた女生さんがいるじゃありませんか。また、現行でも持ってきた女生さんかと思ったら、横山さんはこちらにおいでですかと言うじゃありませんか。はて、 不思議だと思ったけれど、名を聞きますと、田中。わあ、それでその人だなと思ったんですよ。嫌な人ねえ、あんな人を、あんな書生さんを恋人にしないたって、いくらも吸いのがあるでしょうに。よしこさんはよほど物好きね。あれじゃとても望みはありませんよ。それでどうしたよしこさんは嬉しいんでしょうけど、なんだか決まりが悪そうでしたよ。 私がお茶を持って行ってあげると、よしこさんは机の前に座っている。その前にその人がいて、今まで何か話していたのを急にさして黙ってしまった。私は変だからすぐ下りてきたですがね。なんだか変ね。今の若い人はよくああいうことができてね。私のその頃には男に見られるのすら恥ずかしくって恥ずかしくって仕方がなかったものですのに。 時代が違うからな。いくら時代が違っても、あまり心配すぎると思いましたよ。堕落書生と同じですからね。それやうわべが似ているだけで、心はそんなことはないでしょうけれど、なんだか変ですよ。そんなことはどうでもいい。それでどうしたおつる、下女、が言ってあげるというのに、すいと言って、ご自分で出かけて、餅菓子と焼き芋を買ってきて、ご馳走してよ。 おつるも笑っていましたよ。お湯を差しに登ると、二人で美味しそうによさつを食べているところでしたって。時代も笑わざるを得なかった。サイ君はなお語り継いだ。そしてずいぶん長く高い声で話していましたよ。議論みたいなことも言って、よしこさんもなかなか負けない様子でした。そしていつ帰った、もう少しさっき、よしこはいるか。いいえ。 道がわからないから、一緒にそこまで送って行ってくるって出かけて行ったんですよ。時代は顔を曇らせた。夕飯を食っていると、裏口からよしこが帰ってきた。急いで走ってきたとおぼしく、せいせい息を切っている。どこまでやらしった、とさいくんが問うと、かぐら坂まで、と答えたが、いつもする。お帰りなさいまし、を時代に向かって行って、 そのままバタバタと二階へ登った。すぐ下りてくるかと思うに、なかなか下りてこない。よしこさん、よしこさん、と三度ほど細君が呼ぶと。わーい、という長い返事が聞こえて、やはり下りてこない。おつるが迎えに行ってようやく二階を下りてきたが、準備した夕飯の前をよそに、柱に近く、蓮に座った。ご飯はもう食べたくないの。 お腹がいっぱいで、あまりお札を召し上がったせいでしょう。あら、まあ、ひどい奥さん。いいわ、奥さん。と睨む真似をする。サイ君は笑って、よしこさん、なんだか変ね。なぜ、と長く引っ張る。なぜもないわ、いいことよ、奥さん。とまた睨んだ。時代は黙ってこの筐体に対していた。胸の騒ぐのは無論である。 不快の情は必死と押し寄せてきた。よしこはちらと時代の顔を伺ったが、その不機嫌なのが一目で分かった。で、すぐ態度を改めて。先生、今日田中が参りましてね。そうだってね。お目にかかってお礼を申し上げなければならんのですけれども、また改めて上がりますからって。よろしく申し上げて、そうか。と言ったが、 そのままふいと立って書斎に入って終わった。その恋人が東京にいては、たとえ自分がヨ子をその2階に置いて監督しても、時代は心を休んずる暇はなかった。二人の相合うことを妨げることは絶対に不可能である。手紙は無論差し止めることはできぬし。今日ちょっと田中に寄って参りますから、1時間遅くなります。 と公然と断っていくのをどうこう言うわけにはいかなかった。またその男が訪問してくるのを非常に不快に思うけれど、今更それを謝絶することもできなかった。時代はいつの間にか、この二人からその恋に対しての、恩情の保護者、として認められて終わった。時代は常にイライラしていた。書かなければならぬ原稿が幾種もある。書士からも催促される。 金も欲しい。けれどどうしても筆を取って文を綴るような落ち着いた心の状態にはなれなかった。強いて心見てみることがあっても、こうがまとまらない。本を読んでも2ページも続けて読む気になれない。二人の恋の温かさを見るたびに、胸を燃やして罪もない細君に当たり散らして酒を飲んだ。伴さんの才が気に入らぬと言って、お膳を受け飛ばした。 夜は十二時かに酔って帰ってくることもあった。よしこはこの乱暴な不調子な時代の行為に少なからず心を痛めて。私が色い々ろいろご心配をかけるもんですからね、私が悪いんですよ、と浴びるようにサイ君に言った。よしこはなるたけ手紙の往復を人に見せぬようにし、訪問も三度に一度は学校を休んでこっそり行くようにした。 時代はそれに気がついて一層大脳の道を増した。脳は秋も暮れて木枯らしの風が立った。裏の森の胃腸ももみじして夕べの空を美しく彩った。垣根堂には反り返った落ち葉がガサガサと転がっていく。モズの鳴き声がけたたましく聞こえる。若い二人の恋がいよいよ人目に余るようになったのはこの頃であった。 時代は監督上見るに見かねて、ヨ子を解き進めて、この一部始終を故郷の父母に放ぜしめた。そして時代もこの恋に関しての長い手紙をヨ子の父に寄せた。この場合にも時代はヨ子の感謝の情を十分に勝ち得るように努めた。時代は心を欺いて、奇想なる犠牲と称して、この恋の温情なる保護者となった。 立中の山中から普通の手紙が来た。七。その翌年の1月には、時をは地理の用事で、上部の境なるとね河岸に出張していた。彼は昨年の年末からこの地に来ているので、家のこと。よしこのことがことに心配になる。去りとて公務をいかんともすることができなかった。正月になって2日にちょっと帰郷したが、その時は次男が歯を病んで、 妻とよしことがしきりにそれを解放していた。妻に聞くと、よしこの恋はさらに湧くべきの度を加えた様子。大晦日の晩に、田中が生活のたつきを得ず、下宿に帰ることもできずに、昼夜運転の電車に一夜を過ごしたということ、あまり頻繁に二人が往来するので、それをそれとなしに注意してよしコと口争いをしたということ、その他種のことを聞いた。 困ったことだと思った。一番止まって再びトネの下半に戻った。今は五日の夜であった。ぼーっとした空に月が傘を帯びて、その光が川の中央にキラキラと金を砕いていた。時代は机の上に一通の風書を開いて、深くそのことを考えていた。その手紙は今少し前、旅館の下女が置いていった吉子の筆である。先生、誠に、 申し訳がございません。先生の同情あるご恩は決して一生経っても忘れることでなく、今もそのお心を思うと、涙がこぼるるのです。父母はあの通りです。先生があのようにおっしゃってくだすっても、昔風のカくなで、私どもの心を汲んでくれようともいたしませず、泣いて訴えましたけれど、許してくれません。母の手紙を見れば泣かずにはおられませんけれど、 少しは私の心も汲んでくれてもいいと思います。恋とはこう苦しいものかと今つくづく思い当たりました。先生、私は決心いたしました。聖書にも女は親に離れて夫に従うとございます通り、私は田中に従おうと存じます。田中は未だに生活のたつきを得ませず、準備した金はすでにつき、 昨年の暮れは裏暮れの悲しい生活を送ったのでございます。私はもう見ているに忍びません。国からの補助を受けませんでも、私らは私ら二人でできるまでこの世に生きてみようと思います。先生にご心配をかけるのは、誠に済みません。監督上、ご心配なさるのもごもっともです。 けれどせっかく先生があのように私らのために国の父母をおとき下すったにもかかわらず、父母はゆいむ意味に怒ってばかりいて、取り合ってくれませんのは、あまりと申せば無慈悲です。感動されても仕方がございません。堕落くらくと申して、ほとんど弱いせぬばかりに申しておりますが、私たちの恋はそんなに不真面目なものでございましょうか。それに、家の文字じじと申しますが、 私は恋を父母の都合によって致すような旧式の女でないことは先生もお許しくださるでしょう。先生、私は決心いたしました。昨日上の図書館で女の見習い生が入用だという広告がありましたから、応じてみようと思います。二人して一生懸命に働きましたら、まさかに飢えるようなこともございますまい。先生のおうちにこうしていますればこそ、 先生にも奥様にもご心配をかけてすまぬのでございます。どうか先生、私の決心をお許しください。よしこ、先生を恩元へ。恋の力はついに二人を深い枠出の淵に沈めたのである。時代はもうこうしてはおかれぬと思った。時代がよしこの関心を得るために取った。恩情の保護者、としての態度を考えた。 微中の父親に寄せた手紙、その手紙には、極力二人の恋を非保して、どうしてもこの恋を許してもらわねばならぬという趣旨であった。時代は父母の到底これを承知せぬことを知っていた。むしろ父母の極力反対することを希望していた。父母は果たして極力反対してきた。言うことを聞かぬなら感動するとまで言ってきた。 二人はまさに浮くべき恋の報酬を受けた。時代はヨ子のためにあくまで弁明し、汚れた目的のために行われたる恋でないことを言い、父母の中一人、ぜひ出居してこの問題を解決してもらいたいと言い送った。けれど故郷の父母は、監督なる時代がそういう主張であるのと、到底その口から許可することができぬのとで、上京しても無駄であると言って出てこなかった。 時代は今、よしこの手紙に対して考えた。二人の状態はもはや一刻も猶予すべからざるものとなっている。時代の監督を離れて二人一緒に暮らしたいという大胆な言葉、その言葉の中には警戒すべき分子の多いのを思った。いや、すでに一歩を進めているかもしれぬと思った。また一面にはこれほどそのために尽力しているのに、 その行為を何して、こういう決心をするとは義理知らず、情け知らず、勝手にするがいいとまで激した。時代は胸の轟きを鎮めるため、月おぼろなる利根川の包みの上を散歩した。月が傘を帯びた夜は冬ながらやや暖かく、土手下の家々の窓には平和な灯火が静かに輝いていた。川の上には薄い萌やがかかって、 折々通る船の路の音がギーと聞こえる。下流で多いと私を呼ぶものがある。船橋を渡る車の音が轟に響いてそしてまた一時静かになる。時代は土手を歩きながら主樹のことを考えた。よしこのことよりは一層通説に事故の過程の寂しさということが胸を往来した。30万56歳の男女の最も味わうべき生活の苦痛。 事業に対する煩悩、性欲より起こる不満足等が凄まじい力でその胸を圧迫した。ヨ子はかれのために平凡なる生活の花でもありまた糧でもあった。ヨ子の美しい力によって、荒野のごとき胸に花咲き、錆び果てた金は再びなろうとした。ヨ子のために、復活の活気は新しく湖水された。 であるのに再び赤爆光量たる以前の平凡なる生活に帰らなければならぬとは。不平よりも、嫉妬よりも、熱い熱い涙が彼の方を伝った。枯は葉真面目によしこの恋とその一生とを考えた。二人同棲して後の検体、疲労、冷酷を自己の経験に照らしてみた。 そして一度男子に身を任せて後の女子の境遇の哀れむべきを思いやった。自然の採用に秘める暗黒なる力に対する遠征の情は今彼の胸をムラムラとして襲った。真面目なる解決を施さなければならぬという気になった。今までの自分の行いの花だ不自然で不真面目であるのに思いついた。時代はその夜、 微中の山中にあるヨシコの父母に帰する手紙を熱心に書いた。ヨシコの手紙をその中に巻き込んで、二人の近況を詳しく記し、最後に。父たる飢餓としたる小生と当事者たる二人と相対して、この問題を真面目に議すべき自説到来せりと存じ候。動。飢は父としての主張あるべく、ヨシコはヨシコとしての自由あるべく、小生またしとしての意見これあり候。 ご多忙の際には有行候へども、ぜひひご出家を下されたく、幾重にも希望つかまつり候、と書いて筆を結んだ。封筒に納めて備中の国に居ち横山平蔵様と書いて、旗に置いてじっとそれを見いった。この一通が運命の手だと思った。思い切って女を呼んで渡した。ひとひ二日、 時代はその手紙の備中の山中に運ばれていく様を想像した。四面山で囲まれた小さな田舎町、その中央にある大きな白壁作り、そこに郵便客府が配達すると、店にいた男がそれを奥へ持っていく。竹の高い、髭のある主人がそれを読む。運命の力は一刻ごとに迫ってきた。8、10日に時代は東京に帰った。 その翌日、備中から返事があって、二三日の中に父親が出発すると報じてきた。よしこも田中も今の際、むしろそれを希望しているらしく、別にこれと言って驚いた様子もなかった。父親が東京に着いて、まず京橋に宿を取って、牛込の時代の宅を訪問したのは16日の午前11時頃であった。ちょうど日曜で、時代は宅にいた。 父親はフロックコートを着て、中高棒をかぶって、ちょうどの旅行に疲れたという風であった。よしこはその日医師へ行っていた。日、日程前から風邪をひいて、熱が少しあった。頭痛がすると言っていた。間もなく帰ってきたが、裏口から何の気なしに入ると、サ君が。よしこさん、よしこさん、大変よ、お父さんが来てよ。お父さん。 と、よしこもさすがにハッとした。そのまま二階に登ったが下りてこない。奥で、よしこは、と呼ぶので、さいくんが下から呼んでみたが返事がない。登って行ってみると、よしこは机の上にうつぶしている。よしこさん、返事がない。旗に行ってまた呼ぶと、よしこは青い神経性の顔をもたげた。奥で呼んでいますよ。でもね、奥さん。 私はどうして父に会われるでしょう。泣いているのだ。だって、父様に久しぶりじゃありませんか。どうせ会わないわけにはいかんのですもの。なあにそんな心配をすることはありませんよ。大丈夫ですよ。だって、奥さん。本当に大丈夫ですから、しっかりなさいよ。よくあなたの心を父様にお話しなさいよ。本当に大丈夫ですよ。 よしこはついに父親の前に出た。ひげ多く、威厳のある中にどことなく優しいところのある懐かしい顔を見ると、よしこは涙のみなぎるのをとどめえなかった。旧式な頑固な親父、若い者の心などのわからぬジジイそれでもこの父は優しい父であった。母親は万事に気がついて、よく面倒を見てくれたけれど、なぜかよしこには母よりもこの父の方が良かった。 その身の今の窮迫を訴え、泣いてこの恋の真面目なのを訴えたら父親もよもや動かされぬことはあるまいと思った。よしこ、しばらくじゃったの。体は丈夫かのお父様、よしこは後を言いえなかった。今度来ますときに、と父親は旗に座っている時をに語った。佐野と御殿場でしたかな、記者に故障がありましてな、2時間ほど待ちました。 機関が破裂しましてな。それは、全速力で進行している中に、凄まじい音がしたと思いましたけ、汽車がおびただしく傾斜してダラダラと逆行しましてな、何事かと思いました。機関が破裂してカフが二人とか即死した。それは危険でしたな。沼津から機関車を持ってきてつけるまで2時間も待ちましたけ、その間もな、思いまして。 これのためにこうして東京に来ている途中、もし物事があったら、よし、と今度は娘の方を見て、お前も兄弟に申し訳がなかろうと思ったじゃわ。よしこは頭を垂れて黙っていた。それは危険でした。それでも別にお怪我もなくって結構でした。え、まあ。父親と時代はしばらくその期間破裂のことについて語り合った。ふと、よしこは、 お父様、家ではみんな変わることはございません。うむ、みんな達者じゃ。母さんも。うむ、今度も私が忙しいけな、母に来てもらうように言うてじゃったが、やはり、私の方がいいじゃろうと思って。兄さんもお達者うむ、あれもこの頃は少し落ち着いている。かれこれする中に、昼飯の禅が出た。よしこは自分の室に戻った。 食事を終わって、茶を飲みながら、時代は前からのその問題を語り継いだ。で、あなたはどうしても不賛成。賛成しようにもしまいにも、まだ問題になりおりませんけ。今、仮に許して、二人一緒にするにいたしても、男が二十二で、同志者の三年生では。それは、そうですが、人物をご覧の上、将来の約束でも。いや、 約束などと、そんなことはいたしますまい。私は人物を見たわけでありませんけ、よく知りませんけどな、女学生の状況の閉じを用して途中に泊まらせたり、年来のある神戸協会の恩人を一丁にして捨て去ったりするような男ですけ、とても話にはならぬと思いますじゃ。この間、吉から母へよこした手紙に、その男が苦しんでおるじゃで、 どうかご察し下すって、私の学費を少なくしてもいいから、早稲田に通うくらいの金を出してくれと書いてありましたげな、何かそういう計画でよしが騙されておるんではないですかな。そんなことはないでしょうと思うですが、どうも怪しいことがあるです。よし子と約束ができて、すぐ宗教が嫌になって文学が好きになったというのもおかしし、その後をすぐ追って出てきて、 あなたなどのご説意も聞かずに、異食に苦しんでまでもこの東京にいるなども意味がありそうですわい。それは恋の枠出来であるかもしれませんから善意に解釈することもできますが。それにしても許可するのせぬのとは問題になりませんけ、結婚の約束は大きなことでして。それにはそのものの身分も調べて、こっちの身分との釣り合いも考えなければなりませんし、 血統を調べなければなりません。それに人物が第一です。あなたのご覧になるところでは、秀才だとかおっしゃってですが。いや、そういうわけでもなかったです。一体、人物はどういう。それはかえって母さんなどがご存知だということですが。なあに、妻の日曜学校で12度会ったことがあるくらい、妻もよく知らんそうですけ。 何でも神戸では多少秀才とかなんとか言われた男で、吉は女学院にいる頃から知っておるのでしょうがな。説教や祈祷などをやらせると、大人も及ばぬようなうまいことをやりおったそうですけ。それで話が演説長になるのだ、形式的になるのだ、あの嫌な上目を使うのは、祈祷をする時の表情だ、と時代は心の中に合点した。 あの嫌な表情で若い女を迷わせるのだなと続いて思って嫌な気がした。それにしても、結局はどうしましょう。よしこさんを連れてお帰りになりますか。されば、なるたけは連れて帰りたくないと思いますがな。村に娘を連れて突然帰ると、どうも際立って面白くありません。私も妻も主事村の事前事業や名誉職などを使っておりますけ。 今度のことなどがパッとしますと、非常に困る場合もあるです。で、私は、あなたのおっしゃる通り、出来とくべくば、男を元の京都に帰して、ここ十二年、娘はなおお世話になりたいと存じておりますじゃが。それがいいですな。と時代は言った。二人の間柄についての談話も一にあった。時代は京都佐賀の事情、その以後の経過を話し、 二人の間には神聖の霊の恋のみ成り立っていて、汚い関係はないであろうと言った。父親はそれを聞いてうなずきはしたが、でもまあ、その方の関係もあるものとして見なければなりますまい、と言った。父親の胸には今更娘についての開墾の情が多かった。田舎者の虚栄心のために神戸女学院のような、ハイカラな学校に入れて、 その寄宿舎生活を行わせたことや、娘のきりなる希望を入れて小説を学ぶべく東京に出したことや、多病のために言うがままにしてあまり検索を加えなかったことや、いろいろなことがムラ,ムラと胸に浮かんだ。一時間後にはわざわざ向かいに使った田中がこの室に来ていた。よしこもそのそばに久し紙を垂れて談話を聞いていた。 父親の目に映じた田中は元より気に入った人物ではなかった。その白島の袴をつけ、紺がすりの羽織を着た書生姿は、軽蔑の念と憎悪の念とをその胸に,になぎらしめた。その所有物を奪った憎むべき男という感は、かつて時代がその下宿でこの男を見た時の感と鼻だよく似ていた。田中は袴のひだを正して、 ちゃんと座ったまま、多く二尺先の畳をのみ見ていた。服従という態度よりも反抗という態度がありありとしていた。どうも少し固くなりすぎて、よし子を自分の自由にするある権利を持っているという風に見えていた。談話は真面目にかつ激しかった。父親はその破れんちをあえて正面から攻めはしないが、折々苦い皮肉をその言葉の中に交えた。 はじめは時代が口を切ったが、中頃から主に父親と田中とが語った。父親は県会議員をした人だけあって、言葉のよく用途の座がなかなか巧みであった。演説に慣れた田中も時々沈黙させられた。二人の恋の許可不許可も問題に上ったが、それは今研究すべき題目でないとして退りけられ、当面の京都機関問題が論ぜられた。 恋する二人。ことに男にとっては、この分離ははだ辛いらしかった。男は宗教的資格を全く失ったということ、帰るべく家をも国をも持たぬということ、二三月来表例の結果ようやく東京に前途の巧妙を認め始めたのに、それを捨てて猿に忍びぬということ謎を盾として、しきりに帰国の不可能を主張した。父親は根懇として説いた。 今更京都に帰れないという、それは帰れないに違いない。けれど今の場合である。愛する女子ならその女子のために犠牲になれぬということはあるまいじゃ。京都に帰れないから田舎に帰る。帰れば自分の目的が達せられぬというが、そこを言うのじゃ。そこを犠牲になってもよかろうというのじゃ。田中はもだして下を向いた。たやすに抱くしそうにもない。 先ほどから黙って聞いていた時代は、男があまりに頑固なのに、急に声を励まして。君、僕は先ほどから聞いていたが、あれほどに言うお父さんの言葉がわからんですか。お父さんは、君の罪をも問わず、ハレンチをも問わず、将来もし縁があったら、この恋愛を承諾せぬではない。君もまだ年が若い、よしこさんも今就業も中である。 だから二人は今しばらくこの恋愛問題を未解決のうちにそのままにしておいて、そしてその行末を見ようというのがわからんですか。今の場合、二人はどうしても一緒には置かれぬ。どっちかこの東京を去らなくってはならん。この東京を去るということについては、君がまず去るのが死闘だ。なぜかといえば、君はよしこの後を追ってきたのだから。ようわかっております。 と田中は答えた。私が万事悪いのでございますから、私が一番に去らなければなりません。先生は今、この恋愛を承諾してくだされぬではないとおっしゃったが、お父様の先ほどの見言葉では、まだ満足いたされぬようなわけでして。どういう意味ですと時雄は反問した。本当に約束せぬというのが不満だというのですじゃろう。と父親は言葉を入れて。 けれど、これは先ほどもよく話したはずじゃけ今の場合、許可、不許可ということはできぬじゃ。独立することもできぬ修行中のみで、二人一緒にこの世の中に立っていこうと言やるは、どうも不信用じゃ。だから私は今34年はお片身に勉強するがいいじゃと思う。真面目ならば、こうまで言った話は帰らんけりゃならん。 私が一時を満着して、よしをよそに片付けるとか言うのやなら、それは不満足じゃろう。けれど私は神に誓って言う、先生を前に置いて言う、三年はよしを私から進んで嫁にやるようなことはせんじゃ。人の世はエホバのおぼしめし次第、罪の多い人間はその力ある裁きを待つより他に仕方がないけい、私は吉は君に信ずるとまでは言うことはできん。 今の心が許さんけ今度のことは神のおぼしめしにかなっていないと思うけえ。3年たって神のおぼしめしにかなうかどうか、それは今から予言はできんが、君の心が真実真面目で誠実であったなら、必ず神のおぼしめしにかなうことと思うじゃ。あれほどお父さんがわかっていらっしゃると時雄は父親の言葉を受けて。3年、君がために待つ。 君を信用するに足りる三年の事実を君に与えると言われたのは、実にこの上ない恵みでしょう。人の娘を誘惑するような奴には真面目に話をする必要がないと言って、このままよしコを連れて帰られても、君は一言も恨む席はないのですのに、三年待とう、君の真心の見えるまでは、よしコを他に読めけるようなことはすまいという。実に恩恵ある言葉だ。 許可すると言ったより一層恩義が深い。君はこれがわからんですか田中はうつむいて顔をしかめると思ったら、涙がはらはらとその方を伝った。一座は水を打ったように静かになった。田中は溢れいずる涙を手の拳で拭った。時代は今ぞ時と。どうです。返事をしたまえ。私などはどうなっても用を増す。田舎に埋もれても構わんどす。 また涙を拭った。それではいかん。そう反抗的に言ったって仕方がない。腹の底を打ち明けて、片身に不満足のないようにしようとするためのこの会合です。君は立って、田舎に帰るのが嫌だとならば、よしこを国に帰すばかりです。二人一緒に東京にいることはできんですかそれはできん。監督上できん。二人の将来のためにもできん。 それでは田舎に埋もれて模様を増す。いいえ、私が帰ります、とよし子も涙に声を震わして。私は女、女です。あなたさえ成功してしたされば、私は田舎に埋もれても構いやしません。私が帰ります。一座はまた沈黙に落ちた。しばらくしてから、時代は調子を改めて。それにしても、君はどうして京都に帰れんのです。 神戸の恩人に一部始終を話して、今までの不心得を射して、同志者に戻ったらすいじゃありませんか。よしこさんが文学志願だから、君も文学家にならんければならんというようなことはない。宗教家として、進学者として、牧師として大いに立ったならすいでしょう。宗教家にはもうとてもようなりまへん。人に向かって今日を説くような偉い人間ではないでおますで。 それに、残念ですのは、3月のま苦労しまして、実はようやくある親友の世話で、異色の道が開けましたで。田舎に埋もれるには忍びまへんで。3人はなお語った。話はついに一生段落を告げた。田中は今夜親友に相談して、明日か明後日までにかっこたる返事をもたらそうと言って、ひとまず帰った。時計はもう午後4時。 冬の日は暮れ近く、今まで室の一宮に照っていた日陰もいつか消えてしまった。一室は父親と時代と二人になった。どうも煮えきらない男ですわい、と父親はそれとなく言った。どうも形式的で、花だ容量を縁です。もう少し打ち明けて、ザック・バランに話してくれるといいですけれど。どうも中国の人間はそうはいかんですけ。 人物が小さくって、小細工ですぐ人の股をくぐろうとするですわい。関東から東北の人はまるで違うですがな。悪いのは悪い、薄いのはいいと心情をとろしてしまう系、いいですけどもな。どうもいかん。小細工で、孤理屈で、メソメソ泣きおった。どうもそういうところがありますな。見ていさっしゃい、明日きっと快諾シャーセン系。 何のかのと理屈をつけて、帰るまいとする計。時代の胸に、ふと二人の関係についての疑惑が起こった。男の激しい主張とよしこを斧が所有とする権利があるような態度とは、時代にこの疑惑を起こさしむるの動機となったのである。で、二人の間の関係をどうご観察なすったです。時代は父親に問うた。そうですな。 関係があると思わんけりゃなりますまい。今の際、確かめておく必要があると思うですが、よしこさんに佐賀行きの弁解をさせましょうか。今度の恋は佐賀行の後に初めて感じたことだと言うてましたから、その証拠になる手紙があるでしょうから。まあ、そこまでせんでも、父親は関係を信じつつもその事実となるのを恐れるらしい。 運悪くそこにヨ子は茶を運んできた。時代は呼び止めて、その証拠になる手紙があるだろう。その身の潔白を称するために、その前後の手紙を見せたまえと迫った。これを聞いたよしコの顔はにわかに赤くなった。さも困ったという風がありありとして顔と態度とに現れた。あの頃の手紙はこの間みんな焼いてしまいましたからその声は低かった。 焼いたええ。よしコは顔を垂れた。焼いたそんなことはないでしょう。よしこの顔はいよいよ赤くなった。時代は激さざるを得なかった。事実は恐ろしい力で彼の胸を刺した。時代は立って川屋に行った。胸はイライラして、頭派遣枠するように感じた。欺かれたという念が激しく浸透をついて起こった。 川屋を出ると、そこに、障子の外に、ヨ子はおどおどした様子で立っている。先生、本当に、私は焼いて終わったのですから。嘘を言いなさい、と、時代は叱るように言って、障子を激しく締めて室内に入った。旧、父親は夕飯の地層になって旅宿に帰った。時代のその夜の反問は非常であった。欺かれたと思うと、 業が煮えて仕方がない。火、よしこの霊と肉。その全部を一所生に奪われながら、とにかくその恋について真面目に尽くしたかと思うと服が立つ。そのくらいなら、あの男に身を任せていたくらいなら、何もその諸女の切相をたっ飛ぶには当たらなかった。自分も大胆に手を出して、性欲の満足を買えばよかった。 こう思うと、今まで上天の教に置いた美しいよしこは、倍女か謎のように思われて、その体は愚か、美しい態度も表情も癒しむ気になった。で、その夜はもだえもだえてほとんど眠られなかった。様々な感情が黒雲のように胸を通った。その胸に手を当てて時代は考えた。いっそこうしてくれようかと思うた。どうせ、 男に身を任せて汚れているのだ。このままこうして男を京都に帰してその弱点を利用して自分の自由にしようかと思った。と、いろいろなことが頭に浮かぶ。よしこがその2階に泊まって寝ていた時、もし自分がこっそりその2階に登っていってやるせなき恋を語ったらどうであろう。気差して自分をいめるかもしれぬ。 声を立てて人を呼ぶかもしれぬ。それともまた切ない自分の情を組んで犠牲になってくれるかもしれぬ。さて犠牲になったとして、翌朝はどうであろう。赤な日光を見ては、さすがに顔を合わせるにも忍びぬにそういない。着たけるまで、朝飯をも食わずに寝ているにそういない。その時、もうパッサンの、父、という短編を思い出した。 ことに少女が男に身を任せて子を激しく泣いたことの書いてあるのを痛切に感じたが、それをまた今思い出した。かと思うと、このくらい想像に抵抗する力が他の一方から出て、盛んにそれと争った。で、反問また反問、応能また応能、寝返を幾度となく打って二時、三時の時計の音をも聞いた。よし子も反問したにそういなかった。 朝起きた時は青い顔をしていた。朝飯をも一腕で刺した。なるたけ時代の顔に合うのを避けている様子であった。よしこの反問はその秘密を知られたというよりも、それを隠しておいた日を悟った反問であったらしい。午後にちょっと出てきたいと言ったが、社へも行かずに家にいた時代はそれを許さなかった。一日は確定すぎた。 田中から何らの返事もなかった。よしこは昼飯も夕飯も食べたくないとて食わない。陰鬱な気が一家に満ちた。細君くんは夫の機嫌の悪いのと、よしこの反問しているのに胸を痛めて、どうしたことかと思った。昨日の話の模様では、万事円満に収まりそうであったのに。細君くんは一晩なりと召し上がらなくては、お腹が空いて仕方があるまいと、 それを勧めに二階へ行った。時代はわびしい白棒を苦い顔をして酒を飲んでいた。やがて細君が下りてきた。どうしていたと時代は聞くと、薄暗い室にランプもつけず、書きかけた手紙を机に置いてうつぶしていたとの話。手紙誰にやる手紙時代は激した。そんな手紙を書いたってダメだと宣告しようと思って、足音高く二階に登った。 先生、五章ですから。と祈るような声が聞こえた。机の上に打ち伏したままである。先生、五章ですから、もう少し待ってください。手紙に書いて差し上げますから。時代は二階を降りた。しばらくして下女は細君に命ぜられて、二階にランプをつけに行ったが、下りてくるとき一通の手紙を持ってきて時代に渡した。 時代は貸したる心を持って読んだ。先生、私は堕落女学生です。私は先生のご行為を利用して、先生を欺きました。その罪はいくらお詫びしても許されませぬほど大きいと思います。先生、どうか弱いものと思ってお暴れみください。先生に教えていただいた新しい明治の女子としての務め、それを私は言っておりませんでした。 やはり私は旧派の女、新しい思想を行う勇気を持っておりませんでした。私は田中に相談しまして、どんなことがあってもこのことばかりは人に打ち明けまい。過ぎたことは仕方がないが、これからは正常な恋を続けようと約束したのです。けれど、先生、先生のご反問がみんな私の至らないためであると思いますと、じっとしてはいられません。 今日は終日そのことで胸を痛めました。どうか先生、この哀れなる女をお哀れみくださいまし。先生におすがり申すより他、私には道がないのでございます。よしこ、先生をもと、時代は今更に地の底にこの身を沈められるかと思った。手紙を持って立ち上がった。その激した心には、よしこがこの残悔をあえてした理由。 すべてを打ち明けてすがろうとした態度を解釈する余裕がなかった。二階のはしごをけたたましく踏みならして登って、よしこの打ち伏している机の旗に厳然として座った。こうなっては、もう仕方がない。私は盲導することもできぬ。この手紙はあなたに返す。このことについては、叱って何人にも沈黙を守る。とにかく、 あなたが死として私を信頼した態度は新しい日本の女として恥ずかしくない。けれどこうなっては、あなたが国に帰るのが死闘だ。今夜、これからすぐ父様のところに行きましょう。そして一部始終を話して、早速、国に帰るようにした方がいい。で、飯を食い終わるとすぐ、支度をして家を出た。よしこの胸に様々な不服、不平。 気合が溢れたであろうが、しかも時代のおぼそかなる命令に背くわけにはいかなかった。市ヶ谷から電車に乗った。二人層並んで座を取ったが、しかも一号も言葉を交えなかった。山下門で下りて、京橋の旅館に行くと、父親は都合よく在宅していた。一号一重。父親は特に怒りもしなかった。 ゆい同行して帰国するのをなるべく避けたいらしかったが、しかもそれより他に道はなかった。よしこは泣きも笑いもせず、ゆい、運命のくしに飽きるるという風であった。時代は捨てたつもりでよしこを自分に任せることはできぬかと言ったが、父親は当人が親を捨ててもというならばいざ知らず、普通の状態においては無論許そうとはためなかった。よしこもまた親を捨ててまでも、 帰国を拒むほどの決心がついておらなかった。で、時代はヨ子を父親に預けて帰宅した。十、田中は翌朝時代を通うた。枯葉体制のすでに定まったのを知らずに、己の事情の帰国に適せぬことをルルとして解こうとした。霊肉もに許した恋人の習いとして、いかようにしても離れまいとするのである。時代の顔には得意の色が昇った。 いや、もうその問題は決着したです。よしこが一期一重をすっかり話した。君らは僕を欺いていたということが分かった。大変な神聖な恋でしたが、田中の顔はにわかに変わった。周知の念と月光の情と絶望のモダエトがその胸をついた。枯は葉言うところを知らなかった。もう、やむを得んです、と時雄は言葉をついで。 僕はこの恋に関係することができません。いや、もう嫌です。よしこを父親の監督に移したです。男は黙って座っていた。青いその顔には肉の旋律がありありと見えた。ふと、急に、辞儀をして、こうしてはいられぬという態度で、ここを出て行った。午前十時頃、父親はよしこを伴うてきた。 いよいよ今夜6時の神戸急行で帰国するので、大体の荷物は後から送ってもらうとして、手回しのものだけまとめていこうというのであった。よしこは自分の2階に登って、そのまま荷物の整理に取り掛かった。時代の胸は激して羽織ったが、以前よりは軽快であった。200寄りの山川を隔てて、もうその美しい表情をも見ることができなくなると思うと、 言うに言われぬわびしさを感じるが、その恋せる女を競争者の手から父親の手に移したことは少なくとも愉快であった。で、時代は父親とむしろ快活に種々なる物語にふけった。父親は田舎の紳士によく見るような書画道楽、雪舟、王居、要塞の絵画、山陽、竹電、海奥、サザンの書を愛し、その名幅を無数に増していた。 話はおのずからそれに移った。平凡なる諸賀物語は、この一室に一時栄えた。田中が来て、時代に会いたいと言った。八丈と六畳との中仕切りを締めて、八畳で会った。父親は六畳にいた。よしこは二階の一室にいた。ご帰国になるんでしょうか。え、どうせ、帰るんでしょう。よしさんも一緒に。それはそうでしょう。 いつですか、お話しくだされますまいかどうも今の場合、お話しすることはできませんな。それではちょっとでも。よしさんに会わせていただくわけには参りますまいかそれはダメでしょう。では、お父様は何かたいお泊まりですか、一寸番地を伺いたいですが。それも僕には教えていいか悪いかわからんですから。取りつく島がない。 田中は黙ってしばし座っていたが、そのまま辞儀をして去った。昼飯の禅がやがて八条に並んだ。これがお別れだというので、サ君はことに注意して酒魚を揃えた。時代も別れの印に、三人草を並んで会食しようとしたのである。けれどよしこはどうしても食べたくないという。サ君が時進めても来ない。時代は自身二階に登った。 東の窓を一枚開けたばかり、暗い一室には本やら、雑誌やら、着物やら、帯やら、瓶やら、氷やら、品カバンやらが足の踏み度もないほどに散らばっていて、埃の蚊が帯正しく花をつく中に、吉子は目を泣き晴らして荷物の整理を貯めていた。三年前、青春の希望枠がごとき心を抱いて東京に出てきた時の様に比べて、何らの悲惨、何らの暗黒であろう。 優れた作品一つ得ず、こうして田舎に帰る運命かと思うと、たまらなく悲しくならずにはいられまい。せっかく自宅したから、食ったらどうです。もうしばらくは一緒に飯も食べられんから。先生。と、よしこは泣き出した。時代も胸をついた。死としての恩情と責任とを尽くしたかと激しく反省した。彼も泣きたいほどわびしくなった。 光線の暗い一室、氷屋書籍の散逸せる中に、恋せる女の帰国の涙、これを慰むる言葉もなかった。午後3時、車が3台来た。玄関に出した氷、品カバン、信玄袋をシャフは運んで車に乗せた。吉子は栗梅の皮膚を着て、白いリボンを髪に刺して、目を泣き晴らしていた。送って出たサ君の手を固く握って、 奥さん、さようなら。私、またきっと来てよ、きっと来てよ、来ないで起きはしないわ。本当にね、また出ていらっしゃいよ。一年したら、きっとね。と、サイくんも固く手を握り返した。その目には涙が溢れた。女心の弱く、同情の念はその小さい胸にみなぎり渡ったのである。冬の日のやや薄さむき牛込の屋敷町。 真っ先に父親、次にヨ子、次に時代という順序で車は走り出した。サイ君とカヒトは名残を惜しんでその車の後ろ影を見送っていた。その後に隣のサイ君がこの庭かの出立を何事かと思って見ていた。なおその後の工事の曲がり角に茶色の帽子をかぶった男が立っていた。ヨ子は二度、三度まで振り返った。 車が工事町の通を日比谷へ向かうとき、時代の胸に今の女学生ということが浮かんだ。前に行く車上のよしこ、高い203コ地巻き、白いリボン、やや猫背まさるなる姿、こういう形をして、こういう事情のもとに荷物と共に父に連れられて帰国する女学生はさぞ多いことであろう。よしこ、あの意志の強いよしこでさえこうした運命を得た。 教育家のやかましく女子問題を言うのも無理はない。時代は父親の苦痛とよしこの涙とその身の高涼たる生活と思った。道行く人の中にはこの荷物を満載して、父親と中年の男子に保護されていく花のごとき女学生を意にありげに見送るものもあった。京橋の旅館について、荷物をまとめ、会計を済ました。この家は3年前、 よしこが初めて父に連れられて出凶した時泊まった旅館で、時代はここに二人を訪問したことがあった。三人はその時と今とを胸に比較して考えたたんであったが、しかも片身に裂けて表に表さなかった。5時には新橋の停車場に行って、二等待合室に入った。混雑また混雑、群衆また群衆、行く人を送る人の心は皆空になって、 天井に響く物音がさらに旅客の胸に反響した。悲しみと喜びと好奇心とが停車場の至るところに渦を巻いていた。一刻ごとにたかりくる人の群れ、ことに六時の神戸急行は乗客が多く、二等室も時の間に研磨国劇の光景となった。時代は二階の壺屋からサンドウィッチを二箱買ってヨシコに渡した。切符と入場切符も買った。 手荷物のチッキももらった。今は時刻を待つばかりである。この群衆の中に、もしや田中の姿が見えはせぬかと三人皆思った。けれどその姿は見えなかった。ベルが鳴った。群衆はゾロゾロと改札口に集った。一刻も早く乗り込もうとする心が燃えて、苛立って、その混雑は一通りでなかった。三人はその間をかろうじて抜けて、 広いプラットホームに出た。そして最も近い二等室に入った。後からも続々と旅客が入ってきた。長い旅を寝て行こうとする商人もあった。暮れあたりに帰るらしい軍人の左官もあった。大阪言葉を露骨に、蝶々と雑話にふけるうなつらもあった。父親は白い毛布を長く敷いて、旗に小さいカバンを置いて、 よしこと相並んで腰をかけた。電気の光が車内にさわたって、よしこの白い顔がまるで浮き彫りのように見えた。父親は窓際に来て、幾度も好意のほどお射し、後に残ることについて万事を食した。時代は茶色の中折れ棒、七子の蜜門の羽織といういでたちで窓際に立ち尽くしていた。発車の時間は刻々に迫った。 時代は二人のこの旅を思い、ヨ子の将来のことを思った。その身とよしコとは尽きざる絵にしがあるように思われる。妻がなければ、無論自分はよしこをもらったに相違ない。よしコもまた喜んで自分の妻になったであろう。理想の生活、文学的の生活、耐えがたき創作の反問をも慰めてくれるだろう。 今の高涼たる胸をも救ってくれることができるだろう。なぜ、もう少し早く生まれなかったでしょう。私も奥様自分に生まれていれば面白かったでしょうに、と妻に言ったよしこの言葉を思い出した。このよしこを妻にするような運命はとはその身に着ぬであろうか。この父親を自分の舅と呼ぶような時は着ぬだろうか。人生は長い、 運命白色力を持っている。諸女でないということが、マイナス一度切相を破ったということが、帰って年多く子供ある自分の妻たることを容易ならしむる条件となるかもしれぬ。運命、人生。かつてよしこに教えたツルゲネーフの、プニントバブリン、が時代の胸に登った。ロシアの優れた作家の書いた人生の意味が今更のように胸を打った。 時代の後に、一軍の見送り人がいた。その陰に、柱の旗に、いつ来たか、一家の古い中折れ棒をかぶった男が立っていた。よしこはこれを認めて胸をとどろかした。父親は不快な感を抱いた。けれど、空想にふけて立ち尽くした時代は、その後にその男がいるのを夢にも知らなかった。車掌は発車の笛を吹いた。汽車は動き出した。 11、寂しい生活、高涼たる生活は再び時代の家に訪れた。子供を持て余してやかましく叱る細君の声が耳について、不愉快な感を時代に与えた。生活は3年前の昔のわちに帰ったのである。5日目に、よしこから手紙が来た。いつもの人懐かしい原文一致でなく、礼儀正しい騒動文で。 言うべつ,つがなく帰宅いたしこうままご安心くだされたく。この度は誠にお世話しきおりから主事ご心配ばかりあいがけ揃うて申し訳もこれなく。行方にもお詫び去る上皇。午前に御高音をも写真祭り。お詫びもいたしど揃いしが、都客は胸迫りて最後の会合すらいなみこう心。お察し日下どこう。新橋にての別利。ガラス戸の前に立ちこうごとに。茶色の帽子移り紅葉の心地いたし。 今なおまざまざとご姿見るのにこう、山北辺より雪降り候うて、たたいよりの参道十五里、悲しきことのみ思い出、かの一さが。これがマーツ日の十日か雪五尺のメイク通説に身に染み去るこう、父よりいずれお礼の踏み立て祭りど存じより候えども今日は町の一尾にて手引きがたく、失礼ながら私よりよろしくお礼さる上皇。 まだまだお目汚し時きことたくさんにあり走きそうろえども激しく胸騒ぎいたしこうまま今日はこれにて筆を置き去るこう、と書いてあった。時代は雪の深い十五里の山道と雪に埋もれた山中の田舎町と思いやった。別れた後そのままにしておいた二階に登った。懐かしさ、恋しさのあまり、かすかに残ったその人の面影を忍ぼうと思ったのである。 武蔵野の寒い風の盛んに吹く日で、裏の古樹には潮の鳴るような音が凄まじく聞こえた。別れた日のように東の窓の雨戸を一枚開けると、光線は流れる,るように差し込んだ。机、本箱、瓶、紅皿、依然として弦のままで、恋しい人はいつものように学校に行っているのではないかと思われる。時代は机の引き出しを開けてみた。 古い油の染みたリボンがその中に捨ててあった。時代はそれを取って匂いを嗅いだ。しばらくして立ち上がってふすまを開けてみた。大きな柳氷がさんが細引きで送るばかりにからげてあって、その向かうに、よしこが常に用いていた布団。萌え木から草の敷布団と、綿の厚く入った同じ模様のヨギトが重ねられてあった。時代はそれを引き出した。 女の懐かしい油の匂いと汗の匂いとが言いも知らず時代の胸をときめかした。ヤギの襟のビロードの際立って汚れているのに顔を押し付けて、心の行くばかり懐かしい女の匂いを嗅いだ。性欲と悲哀と絶望とがたちまち時代の胸を襲った。時代はその布団を敷き、ヨギをかけ、冷たい汚れたビロードの襟に顔を埋めて泣いた。薄暗い一室。 小飼には風が吹き荒れていた。定本。布団、茂げえの最後、新潮文庫、新潮社。1952、昭和27、年3月15日発行。1997、平成9、年5月25日72ずり。書出。新小説、春陽道書店1909、明治40、年9月号。 入力、細渕真由美構成、細渕紀子2003年1月8日作成。2022年10月31日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、https コロンスラッシュスラッシュ www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力。 構成、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。